10セットも売ったのに、こんな汚ね倉庫みたいなところに押し込められて、サインを書く、そしてラベルを自分で貼れって言うんですよ。さすがですね。さすがドグマさん、アメリカで仕事があります、やりますか。おやるやる、わかりました、じゃあ現地集合ですって言ったね、バカなディレクターなんですよ。やっぱり頭おかしいですよね。アメリカの仕事ですよ、現地フロリダのスタバで待ち合わせしましょう、どこかわかるわけねえやろって断りましたけど、河合というやつはね、おかしいんですよやっぱり。おいおめえ隊長どこ行ったんや、あいつ何やっとるんや、あれ始まっとるぞ本番。とんでもないやつですね、あれは。まったく隊長というの、これ本当に始まっとんのかな。ディレクターは始まっとるわ。お疲れお疲れ、こんばんはこんばんは、びっくりはてな、こんばんはありがとう、コメントこれ聞こえてない、譲っとる、こんばんは、あー声来とるね、はいはい、ありがとうありがとう。ということでまずは、買っていただいた方ありがとうございます、ありがとう。でね、なんかあの聞くところによると、この番組の概要欄にもですね、購入ページあるので、そこからクリックしていただいても木の屋さんの缶詰買えますので、ぜひ、河合ちゃんに言われているのは、あと40缶40セット売れって言われてます。これすごいですよ。さっきの配信で50セットぐらい売れたのに、ここだけでまた40セット売れって言うんですよ。そんだけね、人使いがね、荒いんですよ、本当に。あと40売れ。なんでまあ、さっきの配信見れなかった方で、いいなと思われた方がいたら、ぜひここで、まあ40は無理でも、まあ10ぐらいはね、なんとか、こう、言ってほしいですね。そうなんですよ。しかし、すごいね。あー、つかみぐちゃん購入しました。ありがとう。好き。ありがとうございます。もう買ってくれたよっていう人います？なんとか10。今から買います、ありがとう。お、D 買いました、ありがとう。またね、この配信になってからね、買ったよっていう方いたらね、ぜひぜひ言ってください。犬井陽介くん、ともくん、コモ P さん、ありがとうございます。すげえ買ってくれてるじゃん。ね、あの、お安いものじゃないのにありがとうね、本当に。野良猫さん、徳川くんもありがとう。周一、泉さん、ありがとうございます。ともくんも買って、結構買ってくれてるね。ありがとう、ありがとう。すいません、ちょっと買えませんで、出費がありまして、ヨドバシカメラ君全然いいよ。買えないもんは買えないですから、いいですよ。ただ、まあ、買えなかったってことで、ロイヤルガードからは、あと退任をね、してもらうけどもね。やっぱこれ仕方ないですよね。ドグちゃんが買えって言ったものを買えない。これはやっぱり、ドグちゃんの、心と心のね、やっぱりこうつながりをね、解くということにもなりかねませんからね。嘘嘘、あの、全然ここぞという時に使ってもらえれば結構ですから、全然大丈夫ですよ。またこれ最後じゃないですしね、次の機会もあるので、はい、買えない場合はまた次の機会でも結構でございます。あ、木の屋さんからコメントいただきましたよ。ありがとう。角屋さんからありがとうございます。すごい、志村さんみたいに言ってみましたけどね。角屋さんからもコメントいただきましたよ、ありがとうございます。そっち行っていいの？もう来ないで。え、本番に遅れるやつ嫌い。ドグマさん、あのお前遅刻しとん、遅れちゃいました。体重お疲れです。ごめんなさい、急調子悪かったな。え、体重急調子悪かったな。あ、いつも調子悪いです。体重良くないよ。え、体重良くないよ。調子悪いのでいいってしてるの良くないよ。確かに向上心がない、うん、ちょっと元気なかったよ今日。元気元気、そう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 、もっと元気元気、もっとそういうのを自分発信で欲しかったよね今日みんな。デン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 、なんかまあもっと体調今日来てもよかったんちゃう。もっと食い気味に、食い気味に、だからちょっと離れちゃったから、やっぱこのぐらいの距離感の方がやりやすい。やりやすいっていうのは触りやすいだけでしょ、うん、
最近ね、最近ね、湯気と会うんだけどね、だいたい湯気と話すのがね、隊長ってほんまにあいつできないですよねって話をしょうがない僕もね、本当に常々その方がタレントとしての才覚なさすぎじゃないですかっていうで、困ったらこう触るしかできないで、人間的にいいやつだから嫌いじゃないけど才能やばくないですかって夢が言ってた才能がやばいお前、本当に常々思う。最近なんかね、裏方の方がね、相性いいんじゃないかって。本当だよ、もう引退したら、まだまだこれからですよ。引退したら寂しいからダメ。ありがとう。でも、あ、でもあれですね、スッと行って、ビャー、面白かったよ。スッと、ブルー、いや、面白かった、面白かった。スッと行って、ブルー、面白かった。あれ、堂々とやったらウケたと思うけど。確かに、もうちょっとなんかやっぱり、ね、控えめにやるとウケないんだよね。もうちょっと大きい声で、いや、大きい声で、滑ってもいい、これは面白いって堂々とやると、やると。そうか、そこでも面白かったよ。ありがとう、面白かった。コメントで、なんすか、できないのと人の良さは違いますって書いてすげえ、パキッと書くな。やっぱ体調見てるとルパン小島思い出す。ルパンさんお会いしたいな。この前あったよ。え、マジで。面白くなくても大声出せればウケるしなってきてます。確かにそれだ。あ、でもね、元気、まあ大声って大事ですよ。そう、大声でやっぱ、あーって言うだけでも、ね、言うのって大事。それができない人が多いんだから、ね、あ、それは確かに。自信がないのは確かにな。そう、うん、自信がなくてもパッと言ったらいいんですよ。あれめちゃくちゃフォロー入れてくれて、滑ったらなんとかしてあげますか。はい、ありがとう。そうそう、隊長さん、隊長さんお会いした時むちゃくちゃいい方でした。ほら、だから木之谷さんが、これ木之谷さんがアンに言ってるんですよ。え、いい人だけで面白くなかったさあ、しゃあ、まあまあでもいい人って認識ない。木之谷さんも言っちゃったから、これね。それならそれでもね、それでもうやってるからな。はい、で皆さん、お知らせですけど、隊長のいい音私のファンの方もお見えになるかもしれませんけども、はい、本編の au ペイマーケットの方の配信は我々の出演パート終わりました。はい、で延長でここからですね、皆さんにサインを書いたりラベルを缶詰で貼ったりっていう作業をするので、はい、雑談しながら、あ、コメント見ながらやっていくんですが、うん、先ほど言った YouTube の概要欄の方にですね、はい、クリックしていただくとまだまだ購入できますので、au Pay マーケットの放送を見逃しちゃったっていう方はここから概要欄の方からクリックして、ぜひ購入の方をよろしくお願いします。お願いします。そこからリンクで買うこともいいよね。もちろん OKOK、OK、ですね。じゃあ約束しちゃったから、あー、え、センキューマリア・デ・ルベダ・サントス・ブラジル、イエーイ、ブラジル、イエーイ、デン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 、サンバ、ジーコ、イエーイ、ペレ、ジーコ、ブラジル、フェリペ・マッサ、マルシア、ネイマール、イエーイ、ロマーリオ、イエーイ、エーナー、ロナウジーニョ、エラシコ、イエーイ、マツケンサンバオレオレデデデデデマツケンサンバブラジル、途中ブラジルじゃなくなっちゃった気もするけど、途中じゃなくて全部ブラジルじゃないね。そうか、ありがとう。ほら、すごいな。最近ね、海外の人増えたんだって。最近うちね、チャンネル登録ね、うん、今6万2千人ぐらいいる。え、あれ、この前5万人でなんか、この前5万人達成記念やったんですけど、もう6万いった。すごっ。で、ブラジルのチャンネル登録が1万人ぐらいいるんですよ。なぜか。いや、でも多分だから、そっか、そう、なんで、それを紐解いていくと、おそらくブラジルの有名な YouTuber の方が、うん、ここレトロゲーム宣伝してくださったっていうことか、YouTube 側の確実なバグ。あー、そっちか。うん、なんでおそらくまた、まあ、どうだよ、夏ぐらいかな、夏先ぐらいに4万2千人に戻る可能性あります。ガタ落ちてでも実際あれなんですか、ドクマさんのほらセガ系のさ、メガドライブ。そうそう、メガドライブがね、メガドライブ好きだから、ブラジルが。それでブラジル、hey, ブラジル、ジェネシス、セガジェネシスゲーミングプレイナイシング、yeah. ゲーム、yeah. ソニックザヘッジホッグ、セガイズザ、
ほか、あん、十億機。十億機が、え、うわ、なんだ。でん、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 ボン、ボン、ボン、うん、ピロン、パワーアップ。でん、でん、ピロン、バーン。でで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 、バーン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 、でででで、バーン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 。アイキャンドゥナ、ドーマ。おぉでで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 、ポポ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 ポ。首すっごい投げるポーズ、1名。Hey, first area boss, okay? Yes. もういなくなったんちゃう？いないか。いないか。もうおらへんわ。マリア・デ・ロウデス・サントス。Yes. でもいらっしゃる、いらっしゃる。Today is the sign and factory live, okay? Today.サイン工場。サイン工場ライブ。サイン工場ライブ。早く、はい、夜通しカメラ君、ポルトガル語で変換して、今日は缶詰コラボの作業配信ですってポルトガル語で書いて、はい、夜通しカメラ行け、ゴー、よし。なんでそれいなくならないでって言って、その人の名前もちゃんと書いて、はい、行け、パッ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 、オッケー。視聴者にやらせる。さあさあさあ、ありがとう。じゃあサイン書こうか。やりますか。おしゃれ。これさ、聞いた？え？サインを書いて、うん、ラベルに貼れって。は？貼るの？本当に可愛いふざけとるやろ。え、これ貼ってくの？貼ってくんやん。え？俺らで？え、セロテープとか？知らん。え、だってシールついてなくない？だからもう帰ろうぜ。これ、え？もう帰ろうぜ。ね、これ木上さんごめん、あとやっといてもらっていい？これ、いや、サイン書くのはさ、あれ反応もやんの俺たち。だからもうサインは書くから、もうあとやっといても帰ろうか。これマジのサインむちゃくちゃやろ。ほんとギャラは全部じゃなくて、いやでもノリはノリないっすよ。ノリなきゃ貼れないよ。どっかに入ってる、どっかに入っとる。探す俺たち。おいこの女、お前適当なこと言いやがって。河合さんがいるの？だってないよ。セロテープない。セロテープなかったら貼らないじゃん。あの、スティックのりで貼ります。スティックのりで貼るの？スティックのりで貼るの？はい。スティックのりある？あります。ちゃくちゃな、どっかにあります。すげえな。お、ありがとう、ヨドバシカメラ君。ほらほら、やっぱりブラジル。あ、ありがとう。マリア、オッケー。クアレラコンプレデトバラリングダベルボレデス。イエスイエス。ボスやん。なんて言っとるかわからんよ。なんて言っとんのこれ。教えて。オッケー。これ翻訳できんの？翻訳はできない。できない。リアルタイムでは。オッケー。ちょっとマリアさんがなんて言っとるか教えて。ヨドバシ君。ヨドバシ君は今日もう本当にこのマリアさんの、コーディネーターやってる。それだ。よし。翻訳してくれ。サイン書こうか。そうだね。はい。これもいいか。それそっち。もうここさ、広く使おうか。そうっすね。ね。でも缶詰なんか、これ狭いな。ちょっとどけようか一回。椅子もう一個一回どけていい？さっきまで広かった。ちょっとあった方が絵的には面白いけどね。ね。ファクトリー感あるからこんなもんにしとこうか。よし。オッケー。一枚ずつ書いてた。これで見るわ。これ置いておいて。はいはい。あなたの言葉を理解したかったって言ったら、ありがとう。あ、なるほど。OK、マリア、ソーリー、ジャパニーズ、トーキング、のポルトガル、リトル。ソーリー。And this,、ね、this fan is a comment, Portugal, translate now, OK? Yeah. Yes. ヨドバシカメラ三軒先、徳沢、コメントネームが、トランスレートポルトガルでリアルタイム、OK? クラシアンシクラシアン、Yes? Yes, make me happy? OK? いないってか分かんないよ。Yes, and here we go! Yes! ねえ、これ腰痛がるな。これ、もうちょい前、前。はいはいはい。OK。皆さん、こういう配信ですよ。マジでこれ、終わんの？え、何巻かけ？何巻かけばいいんですか？確認します。お前電車間に合う？栃木でしょ、終電がね。まあ、でも10時かそこらぐらいまでは多分あると思うから。10時なんてもうすぐだよ。ですよね。今何時ですか？え、今8時半。
8時半と1時間半やばくない？ちょ一応終電調べさせて。うん、まあでもなさすがにな明日も放送あるからな。うち嫌やよ。止めるの？え、止めてよ。嫌だよ。なんで？汚いから。だ誰が部屋が？お前が汚いから。大丈夫ですよ。こういう配信好きです。でも顔むちゃくちゃやな今日の終電。今、470巻くらい売れてて。あ、470巻も売れた。じゃあ、うん、目標までもうあと30巻じゃん。そうっすね。なので1種類100枚ずつ。100枚ずつか。なので400枚ずつ。え、全部で400枚書くってことでしょ。1種類100枚やから。違う、あ、そうです、1種類100枚だから全部で400枚かけってことね。はい、はい、了解。お願いします。了解。全部で400枚かけって。全部で400枚か。まあ体重うち止まってた方が今日いいかもよ。これもうお前うち止まってきゃ夜中うちでレトロゲーム配信しようか。それもいいかもな。確かにそうしようか。まあ、うち終電まあ 10時、ここ10時に10時ちょっとに出れば毎日帰れるっちゃ帰れるけどって感じかな。よし、400枚か。金子さん5000円くれてありがとう。体調のホテル代にしてくださいよ。ありがとうございます。ありがとう。ごめんね金子幸男さんで、金子さんの5000円もらったから、うん、あの お前うち止めたるでこの5000円俺がもらう。いやーそりゃそうだろうな。また馬さんの確かにな。 YouTube のやつだしな。やばいな。最近そういえば YouTube やり始めましたよ。こういう言い方すると大変頑張ってる人間に対して失礼やけど、はいはい、本当にね10年遅い。おっしゃる通りだろう。逆に今からようやっとるな。やらん方がいいと思った。ようやく生放送やりたいんですよね。サイマル放送。間違えちゃった。え、くしゃくしゃ。ごめんくしゃくしゃし間違えちゃった。あれマリアいなくなってまた？あれ、まあ、いなくなるわなそれ。これはあれかな、1個のやつを100、1枚ずつ書くのどっちが効率いいんだろう、これ。まあ、時間来たら帰りゃ、あとは野となれ山となれやろ。それもあるか。ひどい。放送流れとん。あとあれかな、持って帰って、でも持って帰っての宿題絶対大変だもんな、これ。いや、書いた方がいいよ、絶対。だよね。100枚か。ちょっと待って。100枚なんかすぐだよ。400枚はすぐじゃない。俺さ、俺一つずつセリフ書くのもめんどくせえな。サインだけに結構書いたん、ちゃんと書いてるよ。え、じゃあこれ何ちょっと一応枚数でもあれか、一応予備も考えると105枚ぐらいあった方がいい。100ね、みんなごめん。ちょ、大好きでいい。基本たまに思いついたらサイン書いていくわ。これ終わらんからさ、それでいこうか。サインだけでいいと思います。あ、チャンネル登録しました、ありがとう。民泊風岡大型ドグ生スポンサーにいそう。確かに、ね、じゃあサインだけにしていくわ。ありがとう。これ20枚じゃあ1、2、3、これ40枚。よし、かよ。これ60枚。なんかひどいよな。なんかね、急にだって本当に、でも木の屋さん、本当に au すっ飛ばして次はやりましょう、こっちで。ひどいよね。あ、こんなことわかる。木の屋さんはもっと多分ギャラの面見てくれると思う。もっと優しくしてくれるから。本当だよ。これで大体100万くらいってか。だからあのウェザーニュースの女も目、変な目を、変なもん見る目で見やがってな。初めましてだったからね。先にやらしい目線で見てやろうか、バカ野郎。ね、セクハラになっちゃうじゃん。心の中までセクハラなんて言われたらないわな。あ、まあ確かに。あ、そうだよな。エロい目で見たって言わなきゃいいんだよ。今言っちゃってんだよ。頭の中で思ってるんだったら。ねえ、この椅子腰痛いんだけど。あ、まあ確かに。そう、ちょっと腰めちゃくちゃ痛いな。わかる。どうみんな。やっぱインターネットである程度成し遂げた男たちはこうやって文句ばっかり言うから。僕言ってるな、あったりです。僕ばっかり言ってる。
おー、シュワルツェネガーありがとう。マイフェイバリットデリバリーインスタリーメンハッピーハッピー。ありがとうございます。320ポイントありがとう。春雨さん内食500ポイントありがとう。まあ今日体調うち止まってきゃ、これは。え、いいんですか。しょうがないよね。だったらこれ終わるまでやっちゃう。いや、俺終わるまでやるよ。もう嫌だもん。確かにこれ持って帰りたくないですもんね。持って帰りたくないよ。こんなおめえ、でもラベルみんな欲しがってくれとるからさ、うん、適当にしたらあかんなと思って。一個ずつじゃあ顔を描きますよ、だったら。もうだから、同じ言葉を俺決めた。30枚ぐらい書こう。で、それで変えてくわ。で、同じ言葉を今書いて何にしようかと思って、はい、今2枚書いたのが、はい、チンポって書いてある。チンポ本当だ。チンポって書いてある。見えないと思うけど、TNP って書いてある。TNP 楽や。チンポって。TNP って書いてある。いいですねって書いてある。いいなって言う方がおかしい。チンポいいな。あ、チンポの漢字だと、時間かかるんで、TNP にして。TNP?しかし、みんな、あの、VTuber の子らへの、ドグちゃんのすり寄り方がやばかったでしょ。いや、もう、来た瞬間に。すごいでしょ。すごい、すごい。来たらもう、なんや、獲物が来たみたいな感じで、ガブ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 。獲物がいたぜって。V の方ね、本当に。すごいなぁ。マジで作業だけど。静かになります。それはすごい。量産型ティンポですよ。量産型ティンポはどういう形なんですか。それやっぱ基本的にはやっぱグリーンだよね、量産型やから。グリーンか。そうそう、緑色か。で、あのティンポからこのパイパコ出とるよ、これ2本こうやってで、ティンポの先の尿道に物合いがってことで動いとるよ。でパーンいやろくだらねえ。木の屋さん見とんねん、やめなさい。やめなさい。木の屋さんすいません、隊長の意見です。なんでこれ木の屋さんのさ、缶詰に TNP ってやばいな。まあ、それはでも TNP は何かわからんもん、ね。まあ確かにね。そう、トルネードナショナルパーソナリズムかもしれない。それだ。そうそうそう。それかな。じゃあ、ティンポやめよう。じゃあ、何やろう。すごいな、じゃあ俺、マツケンサンバとか書いとるけどな。マツケンさんの関係なのかな。どうしようかな。あ、これでいくわ。元気はいいやろ。あ、元気は確かに。ちょっとマッピー、俺のサイン真似して書いて。お願い。木の屋さん、聞いちゃったしなって言ってます。木の屋さん、もう木の屋さんみたいなメーカーさん、木の屋さんしかおらんから。ここまでね、親身に、うん、こんなに大きいメーカーで僕らとコラボしてくれるおかしなメーカーは木の屋さんしかいないですから捨てないでね。これで木の屋さんがもうなんか何やもうなんかこんな横柄な人たちと思わなかったって。木の屋さんがさ、うん、すぐにズズコラボとかやっとったらもう、うんもうすぐ木の屋さんの悪口言うよ。なんか木の屋さんのライバル缶詰会社とコラボしようそんなことになったらズズ君との缶詰コラボか。すぐにあのコウスケコラボとかやって木の屋さんがもうやりだしたらもうすぐにライバル会社にコンタクト取ろう。どっちの方が売れるんだろう。向こうの方が売れるんだよな。向こうの方のあれってことで、向こうの方っていうのはズズ君とかコウスケ君と木の屋さんがコラボした方が売れるってことね。そういうことね。ひどいな、やっぱ数字なんだな、世界は。まあでもまあ、実際それはあるからな。でもお前ら数字なくないじゃん。まあニコニコだけど、いっぱいいるじゃん。なかなかですよ、やっぱ。なんで？いやまあでも、見てはくれてるのはありがたい、まあ、ありがたいですよね。YouTube のチャンネル登録だって3000人ぐらいなかった。それ偽物の方です。あれ偽物なの？そう。今アカウントがいい音だとして検索すると3つぐらい出てくるんですけど、うち2つが本物で、一番お気に入り登録が多いのがうちらに。それに負けとるやん。そうなんですよ。半分以下ですよ。俺そっちに登録してもらった。俺いやこれ知らいや知らなくて当然出てくるのがそうなんですよ。そうなんですよ。そうそう、だからどうにかしてその人がコンタクト取ってそっちを本体にしたら、え、あ、まあなんかそんなできるんですよ。なんかできるできるね。
中身がこっちのコンテンツならできるよ。うんうんうん。そうするとその辺のやつちょっと言って、なんか、まあ面倒なら奪えたらなって思って、奪うという言い方あれ、まあまあまあ、まあ、これ全部書くのこれ、めんどくせえなあ。出た、まあわかる。OK。どう？この番組見てから買ったって人いる？この番組から買ったっていう人いる？黙々詐欺やってると思う。あとね、30セットを売れると、じゃあ30巻売れると、ちょうど500巻なんだって。30巻ってことは、うん、8で割って何セット？4セットかってくる。あと4セット売れたら、目標のね、500巻いくのよ。うん。そう、4セット買ってくれば。そう。バイバイ。かわいいな、なんとかならん、あのお天気お姉さん。かわいい、綺麗だな。500巻売れました。え、マジで売れた？500巻売れた。500巻売れた、ありがとう、ありがとうございます。よかったよかった。そっかそっか、あと500巻売れました。ふざけんなよ、おめえ。かわいい、俺らのサイン真似して書いてくれ。いやいやいや、僕字下手なんですよ。いいよ、俺も下手くそやで、いいよ、分からへん分からへんわ。だからファンからしたら、ドグマさんと隊長さんの真似をした河合さんのサインってことで、レア度が上がるから。いやいやいや、ね、視聴者みんなね。誰が欲しいんですか。上がる上がる。それでもよくない？それでよくない？上がるよ、それ。でこれさ、顔だけじゃダメ。何が？顔だけじゃダメかな。顔だけでいいんじゃないの？いいかな。うん、え、顔、そんなこと言ったら俺なんかどうすんねん。俺もサインだけがいいわ。あ、まあ確かに、そっか。じゃあもうみんなごめん、サインだけにして、言葉が入ったのはレアでラッキーにしたい。ラッキーでもいいかな。これ終わんねえもん、これマジ終わんないぞ。ねえ、かわいいおめえ、お天気お姉さんちょ、なんとかならんから、かわいかったおめえ。いやいや、なんとかってどういうことですか。なんとかってそれおめえ、そういうことやねん。いや、ちょっとどうにか、あんま業界読めないんで、ちょっとわかんないです。業界読めないんじゃねえ、分かってるだろ。炎上しちゃう。木野屋さんの方がコメントしてくださっててさ、うん、あ、そうですね、公式の。そう、はい、あの、この絹屋さんのあれかな、中の人って、あの子、女の子、あの、何だ名前、多分あの、男性の方だと思います。あ、本当に、はい、前のあの、女性の方、ね、案内してくれた子、ももちゃん。あ、ももちゃん、そっちも、そっちも、あれももちゃんだね、はい、確かね。ももちゃん、元気、ももちゃん、元気だと思います。元気だと思いますって、知らねえやろ、多分。一回聞いてみたらいいんじゃないですか、絹屋さん。ももちゃん、絹屋さん、ももちゃん、元気、あのレポートさせてもらったときにちゃんと案内してくださったももちゃんね。ね。すいません、上司、あ、ももちゃんの上司の方がコメントを今されてらっしゃる。そうなんですね、はい、上司の方お疲れ様です。上司の方、ももちゃんにセコハラしちゃダメですよ。これこれされてらっしゃらないと思うけど。あとサインに関してドグマさん本人のサインがいいですってコメント来てる。え、一人が言っただけだからいいだろ。どにかせその一人の子には俺のサインが当たれば他の子は大丈夫だよ。どうにかして逃げようとして。まあでも500巻売れら俺上等だよ。じゃああんまりさ内情を言うわけじゃないけど、今本当にね、このものいいよって言ってもなかなか売れない時代なんですよ、正直、うん、その中でもみんなよう買ってくれたよね。通販のこの特番のやつ、ちょっと買ってもらうとこまでいけてんのかな。行かないよ、まあね、さっきちょっと絡んだ2時3時の皆さんぐらいもっと人気あるとね、うん、違うかもしれないけど、それだったらね、いいけど、うん、あつ可愛かったな、とりあえずね、すごい。めいちゃんやったか、ゆいちゃん、ゆいちゃんと、めいちゃんと、ゆいちゃんと、ゆいちゃんと、ももかちゃんか。ゆいちゃんって言うとな、かっこ、かっこ、とじとじ、思い出すな。鬼面組、鬼面組、後ろ指ささる組、後ろ指、後ろ指、ささる組、ささる組。懐かしい。懐かしいね。ギリギリ見たかもしれない。若い頃のドグマ風見やったら、帰りに連絡先聞いとったな。本当にそういうことなくなったよね。いや、今はご時世的にも、ね、本当もうね、10年ぐらいそういうことしてない。あら、つまんねえ人生だな。いや、でもまあまあ、何枚書いた？だけ、うん、まだ20しか書いてない。これ僕は、え、何枚ぐらいだこれ。70ぐらいかな、顔だけだと。早い。
お前早いもんそれ楽やわ。名前もちょっと厚いだから書く？書く？いや、いいと思うよ。当たりは書こうかな。いや、これ俺のがかかるな。目早いもんね。目は確かに。目1秒で書けるでしょ。確かに。やっぱ2秒ぐらいかかるもん。倍かかってるもん。顔にこう入れるだけだったら確かにな。まずブリ大根からせる。タバコンやってます。最初は YouTube でどう生かしていきたいの？ YouTube は今チャンネル2つ作ってあって、うん、実写用のチャンネルとあとゲーム実況のチャンネルを今作ってて、散々言ってきたことで検討されたことを口出しして恐縮やけど、いやいや全然シャバシンで言ってもいい？全然大丈夫ですよ。分ける意味ないよマジで。ああ、まあ確かにな。今なんかでも一緒にあれかまとめてやっちゃった方が、分ける人はすで、うんうん、に片っぽのチャンネルが人気な人が分ける。ああなるほどね。いきなり分けると、はいはいはい、ほとんど意味ないよ。分散しちゃってリソースが分散するだけだから。はいはい、あでもそうなんだよね。確かにもう内容はどうでもいいから面白いこと1個のチャンネルでやった方がいいと、うんうんうん、絶対やった方がいいと。確かにその方が人気でできたら分けましょうっていうのはいいと思うけど、野熊さんも今だって1本の方のやつで集中して、いやもう絶対集中した方がいいですよね。でも何を分かる？いやでもそれも分かる。でもだから実況動画の方のやつを今メインでやってはいるから、14年前の動画とか、だから今上げ直してますよ。いいじゃん。結構でも、まあそんなにね、千何百人ぐらいですけど、まだ。すごいじゃん。これがね、チャンネル登録で増えないんですよ。俺なんか今、ブラジルバブルがあるだけでさ。でもそれすごいですよね。いや、本当に。だから5万人から6万人に行ったの、一気に増えたからびっくりしたなって。もう2000、6万2000ですよ、もう。すごいっすよね。今ブラジルのコメントあったぐらいだから。めちゃめちゃすごい。なんかまかり間違ってブラジルのおすすめに載ったんじゃないかな。あ、なんかのやつでね。そう。俺一回間違えてポルトガル語でなんか確かに設定をさ、この動画の言語はポルトガル語って間違えたことあったのよ。あ、その設定のやつ？設定を。はいはい、はい。それで多分、ブラジルのなんか YouTube のおすすめに間違えて載ったんじゃないかなと思って。あ、それからなんかあ、昔のなんか懐かしのやつ出るってので。誰かが向こうの人がたまたま紹介してくださって。うん。じゃないとさ、それかまあバグだな。いやでもドグマさんのやつがやっぱ見たい、ね、面白いっつって、今日持ってくれたんじゃないですかね。な。今日さ、昨日さ、はいはい、まあ、このネタは来週のラジオでも絶対喋るネタないけど、はいはいはい、自分のラジオ番組で、うん、もうね、昨日すごいこと、まあすごいって言ってハードル上がっちゃうけど、昨日なんだっけ？すごいことがあったのよ。え、昨日さ、はい、龍が如くの、はい、エイトの龍が如くエイト、はい、打ち上げ呼んでもらったのよ。え？昨日？昨日、セガの関係者とか、まあセガ以外の方も関係者がめちゃくちゃ集まるっていうのを。マジで？すごいよ。で、もちろん仲良くさせてもらってる声優の中谷さんとかさ、横山さんという代表の方ももちろんお見えになって。はいはい。僕も番組出たり公認ストリーマーやらせてもらったから。ですよ、確かね。そうで、渋谷のある場所行ったのよ。はい。すごいね、3、400人いたかな。あ、関係者なんですか？関係者の方が。それむちゃくちゃすごいじゃないですか。ほんでさ、パッとこう一応、まあ、VIP じゃないけど立職なのに、うん、一応タレントとして扱ってもらって席用意していただいたのね。あ、ドグマさん用の？そう。すごい。専用というか、まあ、相席だけど。はいはいはい。おいで、ラジオ局の、まあ、龍が如くラジオともコラボしてたから、うんうん、俺の番組じゃない、TBS のラジオと。で、ラジオの方がいて、俺もご挨拶させてもらったりとか。はいはい、ほいで、俺のさ、上田さんっていうおっさんと一緒に座っとったんやけど。あはい。パッとなんか、また一人紹介された男の子がこっち来て、はい、こちらにどうぞ、つって。
でパッて座ってその人と目が合ったら、うん、ウッシーでさ、牛沢くん、あ、牛沢さん、はいはい、そう、ウッシーも龍河子とか好きじゃん、うんうん、で公式の番組で出たりして、ウッシーも打ち上げに呼んどいてもらって、はいはい、でまあ、ウッシーと、あ、久しぶりじゃんって言って、はいはい、会ったのがすごい嬉しかった。めちゃくちゃ喋ったの、ウッシーと、うんうん、牛沢くんで、あの龍河子とかすげえ動画上げてるから、それなんで、はい、牛沢くんと会えたことも嬉しいんやけど、うん、で、中谷さんが向こうの方から来てくれて、うん、春日一番の、はい、あ、ドグマさん来てくれてありがとうございます、中谷さん当然いるじゃん、うん、で、俺が中谷さんに、うん、あの牛沢くんといるから向こうに本当の VIP 席があるのね、あ、奥の方、もっとすごいところ、もっとすごいタレントさんとかがいる、ちょっと見学させてもらえんって頼んだの、うん、中谷さん、はいはい、あ、多分全然いいと思いますよ。マジで行ってきたの？中谷さんに連れられて行ったら、はい、そのVIP席の向こうに、うん、桐生一馬の黒田さんとか、え、大塚明夫さんとか、うもう名だたる人たちがいるのよ。うわ、すっごい同じ場所に入れる。ほんで、待って、レジェンドじゃんだ。そうだよ。で、こっち見たら日本統一っていう、まあ、ドラマがあの、はい、最近ネットフリックスのヤクザの、はいはい、でそれも龍河如くセブン外伝で、龍河、あの日本統一の方々と、うん、山口、義行さんとか、あと中野英雄さんとか、まあ、大正堂さん知らないだろうけど、うん、めちゃくちゃ日本で有名な俳優さんとかもお見えになる、うん、中野英雄なんてめちゃくちゃ知ってるよね、うん、で日本統一の僕の山口さんと中野さん大好きでお見えになって、うわ、山口さんと中野さんもお見えになるな、中野さんなんて、たけしさんの映画のアウトレイジとかも出てるよ、ビートたけしさんの名前でも、ね、うわ、すごいなって思ったら、横山さんが、龍河如くも、何？ドグマさん、秀夫さん好きなの？山口さん好きなの？こっちおいでよとか言われて、って引っ張られて、マジで日本統一の他の方々もいる席のところに、あの、この人、ゲームやる人だから、どうぞとか言って俺座らされて。怖っ！で、この距離に中野秀夫ですよ。マジで？この距離に山口義行さんですよ。ああ、いや、もう、いつも見てます本物本物本物うわっ、え、そんなガッチガチで徳川さん見られたんだ、そこ。中野秀夫が隣だよ。すごい。だって向こうからしたら誰か知らないじゃん、俺ら。あ、まあまあ、確かに、そっか。そもうでね、中野秀夫、山口義行さん、さらに日本統一の知り得る脳内の知識を全て使い果たして喋ったよ、俺。ああ、でもそれ。ごめんなさい、やっぱそういう時にね、やっぱちゃんとこう、引き出しがあるのすごいよ。いや、もうすべて使い話だよ。口カラカラよ。向こうからしたら、ようわからんけど、よう喋るお兄ちゃいなっていう感じだったと思う。でも、自分たちほど知ってくれてね。いや、もうね。で、ありがとうとか言ってくれてたとこにですわ。はい。向こうから。え、ドグマさんじゃないですかって声をかける人がいるの、俺に。え？ドグマさんじゃないですかって、パッて見たら、はい、桐生一馬。黒田高也さんが向こうからですよ。え？桐生一馬が黒田高也さん向こうからだよ。ドグマさんじゃないですか、配信見ましたありがとうございますって向こうから握手を来てくださって、黒田さーん、マジで、それマジだよ。え、マジで、マジだよ、これ。え、桐生さん見てくれてた。うわ、俺の龍河如くの配信ご覧いただいたみたいで、ほやセブン外伝の配信面白かったですね、ありがとうございます。え、いや、もうエイト最高でした、もう本当に最高でした、しか言葉出てこなかったんだ。ははありがとう。うわー、あー、やばすごい、これマジで。で、まあ、この話は別にしてもいいと思うんですけど、うん、一次会終わって、うん、わざわざセガの方が俺にも二次会行きますかって言って、え、わ、え、マジで行っていただいたの、はい、あ、でも演者の方が多いんでお断り、いや、いいです、いいですって言って、牛沢君と一応そのね、関係者の方が言ったら、いえいえ、全然お二人にも来ていただきたいって、あの横山が言ってますって言っていただいて、はい、じゃあちょっとご挨拶だけってことで二次会行ったのね。行ってきたんだ。行ったよ。そうそうそう、ほんで二次会行ったら結構いいクラブみたいなのを連れてっていただいて、うんうん、まあ俺最初の方歩いてたから、最初座って横、中谷さん、やっぱり仲いいから行って、で、こっち牛沢くん座って、はい、で、こっちに横山さんね、うん。でも横山さんと中谷さんはもう知ってるし、牛沢くんも知ってるから、あ、この間いっぱい喋れればよかった。まだ出てない。って思ったら、広い席あったけど、向こうから、うん、あ、すいません、遅れましてって言って目の前座ったのは、ファーストサマーウイカさん。え、どちらさん？
お前ごめん、どうも、いいなーって教えて教えても、女優なんでファッサマウイカ知らねえの、めちゃくちゃ売れとる人やお前ほんと知らんなもの、ごめんクソだなお前でもすごいからね、ファーストサマーウイカさんここ座って、ね、中野秀夫さんが座って、でうわもうこの2人と喋られへんと思ってパッて違う席見たら、はい、他の方もお見えになったら、うん、黒田さんが向こうのに座ってらっしゃったの、うん、だから黒田さん向こうにお見えになるなと思って俺パッて見ただけで、黒田さんがたまたま俺と目があった、すごい俺を見てニコニコされてらっしゃるの、はい、でニコニコされてらっしゃるから、あどうもーってこうやって嬉しいかこうやってやったの、はい、そしたら黒田さんが何何ドグマさん何とか言って歩いて、まあ、来てくれた、俺の目の前座ってくれて、うわいやマジだよ、何何ってか飲みましょうよとか、ドグマさん留学とゲートどうでしたって、はーいいバリトンボイスいい声、はーって牛田と二人あーもう行っちゃうもんだね、キルさんこれ本当に嘘だ嘘だと思うっしょ、いやこれね、写真撮ったましたよ、撮った、当たり前撮ってもらったよ、わーで、まあ、公開、いいな、公開していいかどうかって黒田さん聞いてない、お前だけね、はいはい、お前だけね、見て、見て、中谷さんと黒田さんと俺、うー本当でしょ本当でしょ、これすごくない、嘘じゃないよね、本物でしょ、キリュウコワズマ、ドグマさんの緊張感、嬉しいんだけど、めちゃくちゃ緊張してる時の顔してる、あの出さないんでいいですか写真って言ったカチカチじゃないですかでこっちは出していってあの許可もらった日本統一の、ああ、はいはい、うわすごい、ちょっと中野さんとはあのお時間の都合取れなかったんですけど、これまで出していいって言われたんで、あ、はい、それはいいんだ、この日本統一の方はいいですよってセガさんにも OK もらいました、すごくない、すごいね、これフォーカスだな、よし、ほら日本統一見てるでしょ、真ん中が山口さんで上ジョージですよ、でみんなが見て右がトラさん、もう日本統一見てないと知らないと思いますけど、龍が如くセブン外伝やってれば分かると思います、うん、これ嬉しかったな俺は、ということで自慢コーナーでした、いや自慢した方がいいよこういうのは、でまたねあのこういう話をするとね、ドグマの声優有名人と会った自慢がうざいって言われるあるある。でもそんなぐらいです。僕はでもなんかそれはなんかお話聞けたのはすごく嬉しいな。本当に。あ、これピントが合ってないな。あ、本当だ。はい、というねことがあったんですよ。ドグマさんだってずっと龍が如くシリーズだって配信やってるもんね、だって。はい。僕も全部シリーズやれてないからな。またちょっとここだけでは話すのもったいないから、もっと面白話もあるからまた話す、うん。あ、ぜひぜひそれはラジオとかで。そうラジオで話すね。そう本当だってしょみんな。すごいよね。いや嬉しかったよ。いやだからその二次会で黒田さんとね1時間ぐらい喋ったよ。いろんな話。いやいろんな話。楽しい話、黒田さんのあの俳優になられて声優になられる話とかね。うんうん、すごい嬉しかった。渋いかっこいいんだな。めちゃくちゃかっこいいよ。ウシも悶絶してたよ。でしょうね、だってまあもちろん1時間ってね1対1じゃないみんなでね、うん、でも結構あの黒田さんってこうなんですかなんですかって俺も質問させてもらったりとか、はい、全部答えてくれたよ、いいすごいいい人、大好きなゲームだったらなおのことじゃない、だって、うん、そんなめちゃくちゃ喋ってくれたよ、かわいい、一回ちょっと一回なんとかならん、なんとかこっちの声聞こえてないんでめちゃくちゃ言ってもらってめちゃくちゃそっかよかった、黒田さんの X の写真にドグマさん写り込んでました、あらじゃあ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 まあ本当って分かった ねこれで完全に成功者、どこが成功者だよ、いや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 黒田さんに会ったら成功なんて成功者として低いだろ、いや黒田さんと共演をして黒田さんのライバルキャラをやって初めて成功者でしょ、おかっこいい、そうでしょこら何すんの、ごめんごめんいたこれちょっと見せてあげてすぐいたずらすんなあんた見てこれ何それだって興味ないぞこんな大人が大人に油性ペンで顔らけするなんて、後で洗えばいいよ、そうなの、そうだ、
あ、じゃあ横山さんとも上がってたんだ。じゃあ写真見せても大丈夫かな。ね。タイミング見てね。タイミング見てまたね。そっか。でもね、公認ストリーマーやらせてもらわなかったらこんなことなってなかったから、ね、俺公認ストリーマー一般募集でやったんだよ。え、そうだよ。え、あれなんかそういった企画とかじゃなくて。じゃないよ、あれ自分で応募したの。当たり前じゃん、自分で応募したんだよ。マジで。そうだよ、一般応募だよあれ。あ、あ、そうなの。あれ、ああいう、あ、勝手にああいうお仕事だと思ってた。バカな、1円ももらってねえよ俺。マジで。こういう公認ストリーマーとして留学とか広めてくれる人大募集って、俺以外の人もいっぱいいたもんだから。あ、そうなんだよ。で俺もその枠で応募して選んでいただいて、でやっぱり他の方もすごく頑張られてたけど、やっぱ一番セガへのアピールがすごかったみたいな、うん、まあそういうとこあるからね、おじさんのですけどね。そういうとこね、あるのよ、ドグちゃん。ドグちゃんそういうとこあるからね。一番やっぱね、業界のこの後持ちうるパワーを全て使ってね、うん、そう、こうなんで追っつけ感がやばいんだよね。セガへのすり寄り感がやばいんだよ。いやでもね、大事。他のね、公認ストリーマーの方からしたら鬱陶しいよね、俺って、ね、うぜえっす。なんじゃこいつみたいなね。ごめん、でもやっぱそこはある種勝負みたいなところあるから。弱肉強食じゃないのね。だって弱肉強食じゃないけど、まあ、みんなに盛り上げれればいいんやけど、やっぱりね、そこはなんてないか、生きていけないからさ、やっぱり。そうなんだよね。でも後からね、その龍が如くチームの方にも言われたけど、うん、はい、応募いっぱいあるじゃん、はいはい、俺も一般応募だったから、これってドグマさんだよねって言って、結構話題になってました、社内でって言われてた。あ、やっぱこれってドグマさんだよね。まあ、一応 D2 とか他の案件でもセガさんにはだってそうお世話になってるから、そう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 、ドグマさん一般応募して本当にやってくれるのかなってなってました。あ、そう読めたんだ。そっか、だからやっぱありがたいですよね。でもやっぱそうやっていろんなとこのやつやってさ、ね、お名前知ってもらって、そこからそうよ、培ったものがやっぱりあるから、それはやっぱドグマさん努力だと思う。そうだよ、みんな使えるものはね、全部使ってやっていかないと生きていけないよ。そのぐらいじゃないとやっぱダメですよ。やっぱなんやろう、もう相手をね蹴落とすっていう言い方よくないけどね、うん、やっぱり一生懸命やらせてもらうっていうのは大事だよ。そういったなんかハングリーのとこがね、そうだよね、あんたのドグマさんのかっこいいとこだし、ね、憧れのとこでもある。こうやって僕個人としてはね、業界視聴率が高いのがそれや縦じゃない。ねえ、木の屋さんは見とるけど、うん、めんどくさいな。うん、めんどくさいな。あ、そうだよ、鬼越トマホークの酒井さんとも喋ったよ。あ、マジで。あ、マジでってお前知らねえだろ。芸人の方ですよね、トマホークの。どういう見た目かわかる。ごめん。顔見ればお前と喋ってもさ、その誰々がさっていうのがわからないもん、あなた。確かにな、それ良くないよね。良くないよ。知識の、やっぱ知識は人を助けるよ。確かに。徳間さんにいろんなことを教えてもらうもんな。その俺でさえ知らないこと多いなと思うのに、体調どうやって生きていってるんだろう。トレンドも見ないっつうんだし、まあ、トレンド俺も見てない。え？そうなの？知らない。X な。だって、まあ、その V の方は違うと思うけど、はいはいはい、俺がトレンドをかけたって違うの絶対ね。ドグマさん、X のフォロワーで出たら増えるんですか。うん、俺も減ってる。YouTube 増えてる、あっち減ってる。しない。フォロワーやっぱあれか。結局 X って俺思うんだけど、はい、若い子がやるから、はいはいはい、若い子に受けなんて増えないと思うよ。やっぱそういうことか。うちもだって減ってるもん。だから最近絶対にやらなかった、はいはい、何でもかんでもフォローしますってやって、なんとか維持してる。フォローバックって、フォローバックやると増えるから。はい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 、はい、そっか、あれか。地味にだから俺月曜日よくビール飲んで、フォローバックだけめっちゃする。フォローバータイムみたいなやってますよね。やるやるやる。だってやらないと増えないからさ。リプライなんかもね、僕もリプライは結構好きで、時間見つけてはちょっとやってるんですけど、うん、やらないとね、増えないよね。今年初めて個人アカウント作りまして、うん、すごいよ。ね、隊長、早終わったら俺のサイン書いて、お前は。え？早終わったらって手伝うけど。ね、みんなも隊長俺のサイン書いてもいいよね。いいの？だからどこまでの文字で。みんながいいって言えばいいと思うけど。見せるけどさ、いや、
けるかな。俺は字綺麗よ。あの字綺麗のは隊長のですねって言われちゃう。今までで一番枚数多いよね。これ過去最大かも。まあでも俺のサインがいいか、うん、なんでこの缶詰の隊長の顔の部分茶色なんだろう。インクなくなったんじゃないこれ多分。まあ醤油に似た分。醤油か。あでも上も醤油にやな。ねえやっと1個終わるよ。いやこちらもねやっと100だよ。4倍時間かかるんやけど。160ぐらい。お前早いな。俺顔だけだから今描いてんの。一部あのサインを描いてるけど、あとでも適当に描いて数えてもらおうお前、うん、あでもねあの大体100枚の厚みっていうのを調べてそれでやりました。あ偉い。どんなもん。これが100枚の厚みです。大体ね多分足らんな俺。本当、木村さん、次回からもう個人的にやりましょうね。ちょっと、またなんか行きたいな。こんな KU のペインマーケットって悪の会社すっ飛ばしてやりましょう、ね、悪って目の前に KDDS の方いらっしゃったもん、ね、今いねえから大丈夫だよ。そっか、じゃあいっか。さっき AU ペインマーケットの方さ、見た人さ、うん、V の子たちと絡んでたじゃん俺たち。あやね、そうそう、やらせてもらった。V の人のファンが怒ってなかったかな。あそうそう言って、まあ、別に怒ってたら怒ってたでしょうけど、まあいい人だ。あ、ドグナマの従業員さん1000ポイントありがとう。ありがとうございます。隊長は若者に受けするイラストをあげればいいんじゃない。あでもそれはあるね。流行りの時事ネタの絵を描くっていうのはいいと思うよ。絵描いてみてるんですけど、確かにそれはその絵の内容がおじさんに刺さるっていうのは既存のファンはいいけど、既存のファンでない方にはやっぱり時事ネタのことを描くとかね。漫画、今流行ってる漫画のやつとかか。うん、全然いいと思う。確かに。だからおめえあれやん、一平ちゃんの金パクったっていう漫画描きゃいいよ。まだ時事ネタのやつ。お前絶対今分かってなかったでしょ、うん、はぁ、聞いた。一平ちゃんの金パクった、そんなことあったの。一平ちゃんは分かってないの。一平ちゃんって、え、明星のじゃない方。もうほら、視聴者はみんな分かっとるよ。え、お前本当に知らんのやな、うん、え、どういうことでしょ。大谷って言ったら分かる。大谷翔平さん。な、大谷翔平の何じゃ。あ、なんかちょっとニュースになってたのあったね。なんかちょっとじゃなくニュースですけど。はいはいはい。大谷翔平さんのなんか、あ、なんかそうか。もうなんか事件があったのは聞いてる。噂は金がね。やっぱり本当今年体調と絡むのやめよ。仲良くしようよ。だってこの話知らないんだよ。どういうこと？ニュース見ない。大谷さんの、はいはいはい、口座から大谷さんとずっとやってきた通訳の。うんうん。なんとか一平さんっていう人がお金を取って盗んで6億円ギャンブルの返済をしたってとんでもない問題になってるんだよ。あんたなインドネシアに住んでるの。インドネシアに住んでる。ほんと今日毎回言うと興味ないやろな。でもね、それはでもね、なんか大谷翔平さん、翔平さんがひどい目にあったっていうのはなんか聞いてたけど、そういうことだったんだね。6億すごいな。ニュースか。もっとした方がいいよ。確かにね。あでも知らないっていう人もいるから。いやとはいえでもな、体調クラスの知能しかない人もいっぱいいる。こき下ろすな。ごめん。こき下ろすな。クラスの知能って言ってもらったごめん。知能ってこれ言われた方にしたら一番の屈辱だよね。ごめん。巻き添えすな女。ごめん。毎日ニュース、そっか、ニュースは見ない。まあ確かにニュース見ない方もいるからね。そりゃそうだ、そりゃそうだ。別に見てる方が正しいと、そんなことはない。いやでも、一時もう見てねえな。栃木のニュースとか。まあ別に知る必要もないけど、いや、視聴者の皆さんは知る必要もないと思う。でも、いや、こういう仕事しとる人間としてはやっぱ、確かに。知ってた方が、本番で言う言わんとかいう話じゃないけど、そうね。知ってることが、
共通項が多いと、うんうん、現場来て知らない方と喋るときに別に一平ちゃんがどうって話はいいんやけど、はい、ニュースと見てた方がいろんな話ができますよねっていうことになる。コミュニケーション取りやすいよねっていうだけの話。共通のね、認識のやつだからね。そういうことやな。そうだよね。毎回だって例えばさ、うん、お前が誰かすごい好きな人に会えたとして、はいはい、その好きな人が冗談で、ああじゃあやめてよ、一平ちゃんみたいに金取るの、はははって冗談を G ネタで言って受けるかなって言ってきたら、お前が笑わないやる。わからないから。ああ。苦笑いになっちゃうじゃん。何言ってんだよ、この人みたいな。それってすごい向こうからしたら、こいつ知らねえんだなってなっちゃうじゃん。そうか。確かに。それのとこのやつでな。そういうことも、まあ、時にあるからね。チャンスを逃すってことはあるかも。知ってた方がいいような気はするけど、ね。確かに。まあ、皆さんこの話隊長君に僕2000回ぐらい言ってますけど改善が見られないのでもう言うのはやめます。2000回ニュースか。でもニュースもう知らなくていいと思います。でもドグマさんの放送はちょっと作業の合間にやらせて見させてもらって、昔からお前気になっとったんやけど、あドグマなんだわ俺。んお前ドグマさんって言うけど俺ドグマなんだわ。ドグマさん、ドグマさん、ドグマさんじゃん。ドグマさんなんだわ俺。ドグマさん、そうドグマさん、ドグマさんって言うけど俺ドグマさんなんだわ。え、ドグマさんってみんな言わない？いえ言わない。ドグマさんなんだわ。ドグマさん、そうなの。ずっと気になっとったんやけど栃木なまりなかもしれない、うん、あんまりこういうのって細かい話で言うとさ、うん、あんまりバーって言うけど一応気にはなんだよね。ドグマさん、そうドグマさんなのよ俺。なるほど。頭が上にクッと上がったんですよ。なるほど、ね、お前もあの隊長さんはさって言われずっと言われたら気になるやろ。隊長さんはさって言われる。隊長さんって確かに。そっか。よーし、100万円終わった。お疲れ。意外と楽しい時間やな。なんかダベりながらの、ね、なんだかの面白いね。慣れると。名前もちょっと入れよう。よし。でも隊長いい人だから。お疲れ様です。ありがとう。じゃあブリ大根終わったから次何大根？三枚いこうか。三枚。ごめん、ね、文句ばっかり言う。まあでも文句言うのが俺の芸風みたいなとこある。それはある。それをがなってるのを見てるのが面白いとか。文句ってさ言ってるの見ると楽しいけど言われてみると鬱陶しいよ。絶対そうだよ。でも目上の人だって認識があるから僕はそんなでもないけどな。そうか。よし、さあ、よくある。とりあえず顔面だけども。ウェザーニュースの子らな、可愛いけど、また社内で手つけられちゃってるのかな。え、何が？これ。なあ、なあ、手つけられちゃってって業界に入らなきゃよかったって思っちゃったりしてな。違うか。このたけしさんよく言うじゃん。言う言う。ああいうたけしさんの毒舌に憧れたのにさ、もう大人になってからさ、もうさ、ねえ、これ今日書いて帰ろ。貼るのはボイコットしよう。いや、無理だよ。貼るのはいいでしょ。無理だよ、これ。ふざけんなって。貼るのは。木の屋さん、僕たちはボイコットします、貼るのは。これは、冗談。これは申し訳ないですけども、ギャラの範疇を超えてます。いや、これ貼るのは大変だよ。いや、だって元々、本当にやんの？本当これ貼れよと思うかもしれないけど、もともと、貼るっていう作業言われてないだよ、俺ら。聞いてねえもんだ。そう。ひどいよね。さあ、どうして来ない？大丈夫かな？いいよな、かわいいほっとけや。かわいいほっとけ。ふざけんなよ、つって。なあ。それは。過剰サービスだよ、これ。それはそう。確かに。すげえな。シールとか、何？ありがとうございます。そっか。サインは一生懸命書かせてもらうからね。でもね、一生懸命書けると急いでるから、決してうまくないです。あ、それは。あのスピードモードで書いてるからごめんけど、yeah. 申し訳ない。いや本当に買っていただいた皆さんに感謝感謝。でもそこやっぱり、いや本当ありがとう。こんな、まあ、正直6400円って高いからさ。あ、まあ値段で言ったらね、確かに高いのモダンのは変わりないと思うんだけど、でもなんだろう、味、値段のところにさ納得のいく、うん、美味しさがあるから僕も手先だとよく買ってるんですよ。そうなんだ、うん、俺一瞬でいつもなくなっちゃう。わかる、ね、
わかる。でも木の屋さんのページから買ったことはあるわ。直接直接買えるんだよ、ね、通販でも買えるんですよね。そうそうそう。この同業者のが叫んだ声を隣の部屋で聞くの嫌やな。今百花繚乱の叫んだ声が他から聞こえてきた。大丈夫っつって聞こえたけど。ヨドバシ君、最近はほとんど買えないので申し訳ない。大丈夫だよ。ヨドバシ君なんてそのグッズとかね、こういうのは買えないかもしれないけど、ほとんどの時間ドグ生に張り付いてるから。あ、それはね。それ時間給にしたらヨドバシ君に俺金払わなあかんぐらい盛り上げてくれてるから。もうね、人を応援するっていうのは金を払うか時間を払うかどっちか。うん。もう時間を払っていただいてるだけでも十分だよ、ヨドバシ君。やった。だって同じことでずっと見てくれてるもんね。そう。やっぱね、見てくれる、見てくれるだけと同じですから、うん、まあだからって全員見てくれるだけで終わるのはちょっとそれはそれで困るやん、ね、それはそれでね、まあ、お金払える人はお金払っていただいて、そうそうそう、さっきの金子さんとかね、うん、あのいろんな方にもらいましたけど、すごいよな。これぐらいの再生数とかチャンネル登録で、うん、普通チャンネル登録まあ5万人でうちの再生数ぐらいで YouTuber の年収出るサイトあるのよ。ああ、はい、俺の年収、年収だよ、収この年収いくらだと思う、そのサイトが予測した年収、再生数を見て年収、再生数見て、再生数を見る年収ね、その予測サイトのドグマカザミドグチューブの年収、1000万とか、25万ですだから世間的にはうちの登録者数とうちの動画の再生数と25万ぐらい。ああそうなのか。実際はもっとありますけど。そりゃそうですよ。めちゃくちゃやってますよ。だから濃いファンの方々が応援してくださってるってことなんです。幸いそのドグマさんを追いかけたいと思ってくれてる方がさ、その社会人ああそう、ね、やってらっしゃる方が年齢層として大きいのはあるんじゃないのかな。それはあるだろうね。やっぱその辺はレトロなねタイトルをやってたりとかするのが、うんね、あ、うっかりして生キャラメルを焦がした牧場オーナーさん320ポイントありがとう。ありがとうございます。うっかりラベルを逆さに貼らないように。ありがとう。ラベル貼りは僕たちがやりません。ボイコットします。そうです。河合のクソ野郎に話せます。これ格だけ書いて帰りましょう。これも帰りましょう。VTuber の子爽やかやったな。ねえ、声もそうだしてね、その見た目容姿のとこもさ素敵な方だし、かっこいいんだよな。ドグちゃんなんか、ドグマさんやんないですか。何が V か。やらないよ。まあネタとしてやってもいいかなと思うんやけど、はい、あでもまあ俺ひげおやじにも言われたけど、俺が V になるんだったら、はい、もういると思うけど、はい、カクカクのやっぱあのバーチャファイターみたいなやつ、あでレトロゲームやるのはいいと思う。確かに、うん、中身俺のまんまでね、うんうんうん、カクカクのバーチャみたいなキャラを立てて、うん、リアル なんていうの、そのカクカクなんだけどちゃんとデザインはしてるみたいなさ、うんうんうん、これはまあでもいるだろうね、そんなのは。そう思う。今いらっしゃるかな。いやいると思うよ。だってもライブ 2D でね、ドットで自分の、ね、アバターのやつやってるかなんかは見たことがあるかな。だって VTuber の方ってもう3万体ぐらいいるんじゃない？3万すごい。人気なところ、そうじゃないところ合わせて。だからもう V にすれば人気出るなんてことはなんかもうないからね。V にすれば簡単に人気出るなんてことは1ミリもなくて、うん、その中での戦いがまたすごいから、今日の2人なんかはすごいんじゃない？いや、2、3時で ねやってる、まあ、正直あの大変勉強不足で失礼ですけど存じ上げなかったんですけどね、絡むようにさせてもらってからちょっと見させてもらいましたけど、うんうん、ありがとうございます。金子さんすごい、また5000円くれた。え、マジで？僕は狂ったように応援してます。ありがとうございます。もっと狂ってください。金子さんもありがとう。もうだから金子さん、こんなにお金いただくのって本当厳しいと思うので、金子さんもね。ね。だから金子さん、200万先払いでもらっときます。い
やーくいぎりにくいくな。なんでな、200万先横横もらっとこうか、先に200もらっとけば、まあ、しばらくはね、OK やから先もらおうか、200塩塩のパンちゃん。いや、今日1万円ですよ。すごいな。ありがとうね、金子さん。あの、嫌いにならないでね、ドグちゃんのこと。いや、1万払うんだって、そんな、そうそう嫌いにならないで。金子さんにちょっとパイ揉ませたらなあかんな。ドグパイを。ドグちゃんパイを。どんな食感ですか。私はそんな安い女じゃない、やめて。乳首がちょっと柔らかいです。乳首が柔らかい、本当に気持ちが悪いよね、あなたって。久々に人肌に触れて嬉しいわ。気持ち悪い。聞いた今。気持ち悪い、うん。ブラジルの人が困惑しとるわ。困惑するわ。翻訳とかしてんのかな。してないんじゃない。これもう終わんの11時ぐらいやぞ、マジで。今何時？9時15分か。ペース上げようか、うん。人間の目ってどんだけシンプルにやったらそれらしく見えるのかなって、なんか練習になる。うわごめん、この子めっちゃ下手。この下手にやり直し、ごめん、これはさすがないわ。もうちょっとペレのサインみたいに一瞬で限るやつに変えようかな。ね、ありがとう。最新見れてない分スパチャでしてるのはとんでもないショッピング感、ありがとう。ありがとうございます。500巻売れたよ、ありがとうね。毎回500は言ってる。 100セットぐらい、100セットぐらい、まあ、80セットぐらい出たのか。そういうことですよね。ありがてえな。なかなかだって、ああ腰痛い。いや大丈夫、腰痛い。このテーブルクソだな。テーブルちょうどこのね、めちゃくちゃ腰痛くない？うん、あのね、僕ね、ケツが痛い。なんか下に引こうか。いたた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 、あたたたたた、なんかある小道具。いや、これマジ腰が悪なるな。あ、腰痛い。いや、ケツが痛い、ほんと尾低骨が痛い。干渉剤これ引くの？エアマックスみたいに。一応この勝手にマキタのクリーナーの上で座ろう。ああ、いいな、高くなった、ね、余計かきづらいわ。いや人間、いやかきづらい。人間ってやっぱ座ってるのって、うん、不自然な体勢なんだって。あ、そうなんですか。人間は立ってるか寝てるのが一番いいんだよ、自然なんだよ。あ、でも確かに。だから椅子はいいもの、自分の体に合ったものは合わないと、あっという間に腰やるって言ってた。あー、わかる。スタジオの安物の椅子めちゃくちゃ気付けてくるんですね。いや、ほんとに去年のスペシャル放送の時もごめんね、安物の椅子買っちゃったから、俺も腰痛かったの、岐阜。あー、全然全然、岐阜行けたの嬉しかったな。いかん、ちょっと本当に腰痛くてダメだ、ここ。大丈夫？揉む？いや、揉むとか、揉んでもまたここに座る。いたたたたた、ダメだこれ、いたたたたたた。立って書く？それとも。ひって、なんか、ちょっと椅子戻ってくるわ。これちょっと椅子ないわ、つって。大丈夫か？ハイピースの方がマシだよね。あー、言われてみる、確かに。ねえ。これちょっと、引っ掛けとかんと閉まってます。あ、大丈夫？ね、ちょっと立ってやってもいいかもね。漫画家さんとかでもさ、立ちながら絵描く姿勢でやる机なんかもこう上げ下げできるタイプのやつもあるもんね。ああ、いいじゃないですか、その椅子。デビューの高さがね、ちょうどよく負荷が入る。お前だ、独り占めしや。え？独り占めしや、椅子を。いいっすか、椅子だけに。椅子だけに、椅子と、あ、痛い痛い痛い。
ああ、ごめんごめんけどいいわ。僕もでもね、取ってこや。あ、でもね、僕ね、あの硬い部分うまく使ってるからまだまだ大丈夫。あ、全然いい。よかったよかった。もうちょい低くしよう。お、簡易バージョン考えた。お、どんな感じですか。簡易バージョン考えた。ほら、あ、本当だ、確かに。それでも見れますね。簡易バージョン早い。こんな簡単な際に考えてみようかな。あ、簡易バージョン早いよ。ドグマさんのそれいいよね。サイン、ドグマさんのサイン飾ってありますよ、スタジオに。飾らなくていいよ。なんで。あ、簡易バージョンスピードが上がった。量産型バージョン来た。量産型グポーンって。汚ねえ字これダメ。あ、ちゃんとその辺えらい汚い字。これもう俺もら、俺だったら嬉しくないな、ごめん。汚いな。こんなものに6500円も出させていいんだろうかって今ちょっとなんか申し訳ない気持ちでいっぱいになってきた。その辺やっぱさすがですよね。ちゃんと書かんとやっぱダメだよね。一筆入稿。だからちょっとごめん、簡易バージョンしばらくやるけどレベルアップさせてくね。うん。なんか偉いリョーランたち盛り上がっとるな。リョーランさんたちは今あれか、別の時間 VTuber の子たちだぞ。リョーランさんも確かあれ V 化してる。持ってるもんね。持ってるもんね。だってリョーランは2時3時のイベントの司会やってたと思うよ。すげー。なんかあの会員サインが所ジョージに見えるな、これ所ジョージ。確かにみんな所ジョージ風のサインが当たった人はレアです。試作中の簡易ドグナマドグマサインですね。じゃあまあ今日退場の名刺行くか。え、なんかいただけるんですか。だってお前確実に電車なくなるよこれ。無理や。確かに。確かに。深夜やったらゴルフ行こうか。ゴルフ行ったことないですよ。やり方教えてくださいよ。いいよ。優しい、みんな水分とってね。ごめんね、決して適当に書いてない。ありがたいと思って書いてるけど、うん、スピード出すために字が上手じゃない。本当にごめんよみんな。でもね、めちゃくちゃ一生懸命書いてるから。あれはリョーラの俺のパワーみたいであいつも火がついてるな。空気伝染するからね。でも元気、声としてわーっていうような感じで、そう、なんかそう思うとお前今日滑っとったな。え、頑張るわ。ああ、金子さんありがとうございます。書の先生になるので字の指導できます。マジ。じゃドグマ風見の新しいかっこいいサイン考えてよ。いいかも。ありがとうございます、500ポイントごめんね、お金払わしちゃって。もう1万500ポイントすごいな、金子さん。でもね、サイン屋さんっているんだよ。かっこいいサインを考えてくれる人、一つ5000円で考えてくれるんだよ。あ、いや俺のサイン自分で考えて出せいから、正直。かっこいいサイン、ちょっとかっこいいサイン考えてもらおうかな。マジでいいね。間違えた。
薄になってきた。ん？同じこと繰り返してるとだんだんどうやって書いてたっけみたいになって。ああ、わかる。それどんな感じでやるのかっていう、これどんな感じで俺書いてたっけみたいになってくる、ね、なる。サイン書いてるとね、なります。簡易バージョンで点々一個なしにさして。いいね。点々全くないバージョンが昔の自動車メーカートヨタのマークみたいな、これ。トヨタって書いてあるみたいな。あ、確かに。皆さん、トヨタっぽく見えるサインが当たった方はレアです。それだ。トヨタサインレアです。よし、もう書けた。200以上。これで顔面が300。早っ。いやだからな、多分めちゃくちゃ早いな。これ喋っとったんだよな。まだ俺150ぐらいしかできてない。ピンもう次回はラベルオリジナル中身もオリジナルからもうサインするのやめようね。確かに。サインそれか、サインはするのでギャラ上げてもらおう、うん、ああそれか、うん、大してギャラもらったな。あいつら儲けすぎやな。なあ、退場なんか1万円できとるやん。1万なの今回。1万お前確かに、ね、今回滑っとったから俺は1万円っていう査定にし、査定1万。くそ、最大7万円だ。6万円って相当やらかしてるんですよ。もっといけたよ、お前。いけたか。あの女の子2人に全然絡んでなかったな、お前。確かにちょっと間入ってね。でもいや違うな、鏡に、なんか確かに新しい始めました。俺に遠慮しとるやろ。え、俺がバー喋るで遠慮しとるやろ。あ、まあ、もっと来ていいんだよ。ドグマさん、僕のも聞いて、僕のも聞いてとかそういうのが入ってこんと。はいはいはい。なんて言えばいいのね。僕も喋りたいって感じ。あの、隊長だからの女の子で。でも僕両方とも好み、遊ぼうとかって言えばいい。気持ち悪いな、お前とか言って。逃げてくださいとか俺もパッと言えるやん。ね、そういうの俺が言わんとあかんね。行けよ。確かに。そっか。ビビっとるやろ。まあでも、ああ、もらえたら、女の子取ってね、捕まる、ああ、そう、捕まる、いけ、めっちゃ出てる。おっぱい、いけ、口のところでバレないんだよ、おっぱいって。綺麗だな、でも確かに。可愛い子やね。それはいかんと。本番中なんか、あんた違い保険だよ。ね。笑われりゃ何してもいいよ、確かに。肝って向こうに肝って言わした勝ちだよ。確かに。印象に残るかな。ちょっと肝いいですねって言われたら人笑うから、うん、したらすいません、肝くて売ってるってって言わばバッチリ。それ逃がしたな。逃がした。笑いを逃がした。後で謝りゃいいんで。すいませんです。俺なんか後からどんだけ謝りに行ったか。教わった後にですよ、ね、鈴木ちゃん、咲ちゃんの事務所に NG 行くだと思うのか。マジであるよ。下枝ばっかなんで、もう以後鈴木咲と共演させませんって言われてた。やっぱそういうのもやっぱあるんだ。現場の来たの女の子のマネージャーがマジ切りされたことあるよ。すごいな。まあ今咲ちゃんは違う事務所ですけど、はいはい。マネージャーの方も確かにいらっしゃったもんね。いろいろです。一生懸命やった結果ね、ダメなこともある。試行錯誤しながらね、例えば選手者として、ドグマさんは常に。ああ、ダメだったんだなって勉強になるじゃない。確かに。桃地みなみに切られたこともあったし。桃地みなみのサイン本、桃地みなみのなんかイラスト集みたいなのがあって、はいはい、1名様にみんなでサインしてプレゼントだったの。
これ当時頭おかしかったから桃地みなみのイラスト集が、桃地みなみちゃんのファンが描いたイラスト集だわね。あ、いや、あ、なるほど。で、番組で1名様にプレゼント、あの桃地みなみも百花竜蘭もドグマカザミも他の演者もサインします、うん、で、俺当時頭おかしかったからど真ん中にデカデカと俺がこうやってサインしたお疲れ出したらそれは開けたってよ、はいはいはい、開いた開いた、竜蘭あれやね、昔桃地みなみにマジギレされたことあるよね。あるあるある、うん、ガチギレされとったね、びっくりするぐらい。桃地みなみのサイン本の真ん中に俺が堂々とデカデカとサインしたら、ドグマてめえふざけんなめちゃくちゃ桃地みなみマジギレしてたけど顔は笑顔でしたあのままの顔ですからね、怒りのあまり表情凍りついとったからねあんたの番組や、お邪魔します。いや、本当に作ってるんだ、こうやって。ようらん聞いてよ、何、まあ、サイン書くとこまでは僕ら了承して買っていただいていいんですけど、ね、はい、これ見て、これ何や、いいラベル貼るとこまでやるって聞いてないし、マジで500枚貼れっていうの、ノリでつけて貼れっつって。あ、大丈夫、どうしたの、そしてここ顔くれかかって、ストレスでちょっと落書きしたわ。あーね、そっか、うわ大変そう、頑張ってね。りょうらん暇やろ。え、まあ、うん、まあ暇というか、あ、じゃあみんなレアで百花りょうらんのサイン混ぜとこうか。そうだそうだおー、そういう言い方でちょっと言いくるめてうまいことやろうぞ。じゃあ、あと1枚ずつでいいで、レアなやつちょうだい。書いて、書いて、書いていいの、この辺に書いてよ。じゃあ、で、俺と、あの、りょうらんと隊長のレアサインがあるでしょ。あ、いいの、じゃあ、3人かけるんだったら、ここ、真ん中でいいよ、せっかくやから。じゃあ、俺の方のこれ、サンマ書いてるから、ここの真ん中に書いて。これ書いて。いいの、あ、お前のサインいいな。いい、いいラベルね、これ。いつの写真だっけ、特にこれ。中学校。中学でしょ。そ、座る。あー、1000ポイントまたさん、ありがとう。ありがとう、りょうらん、これ当たった人レアだよ、ありがとう。レア、レア。ちょっと3人の分あった方がいいですね。そうね、それは3人から、うん、嬉しいわ。りょうらん、元気どうやっとる。いや、もう元気しかないよ、もう。お子さんと奥様もお元気？もう超元気、超元気、もう。最近もうずっと YouTube やりたい、YouTube やりたいって。え、いくつ？え、いくつ？まあね、11歳とね、8歳。9歳だ。でもあなたいいじゃん、ネットの先駆者みたいなもんなんやで、教えたればいいじゃん。そうそう、だからさ、もう子供たちがやるっていうから、うん、すげえ丁寧にやりたくなっちゃって、うん、もうチャンネルをやるときはもうね、アバターをしっかり決め込んで設定を決めて音響を調整して素晴らしい、もう、ね、ちゃんと全部やろうと思ってたら、はい、こだわったら切れないじゃん。どこにも分かるでしょ、スタジオ作り始めたら。結局こだわってまだできてない、うん、まあね、ここってゴール決めないともう無理だよね。いつになったらお父さんチャンネルやってくれるのって今日切れられた。いや、今日切れられた。11歳になんて、まあでもさ、ダメと言えないよね。だって自分がやってきてここまで来てるわけだもん。そうだよね。ね、そういうねところは喋らせてもらってるけども、でもね、長いね、はい、やっぱいろんなことやってる中で、さすがに僕もね、いろんなことやらせてもらったけど、ラベル貼ってはやったことない。これはね、いやでもこの人ラベル貼りはないけど、もっとひどい、たこ焼きを一日中焼かされるとか、ああ、もっとひどいことさせられてるからね。炎天下の中たこ焼き一生焼いてたもんね。かわいい。あんま言うてないけど2回倒れかけてるからね。あんなクソ暑い日にさ、40何度ある日にたこ焼きずっとイベントで間違えて、その後合間に MC してさ、あんなようらんぶっ倒れるぞあれっつって。いや、若かったね、あの時はね。今やれたら絶対やってくるもんね。なかなかな時代だったよね。もうちょっといいクーラーあるとこでやりましょうって言うけども、外あれはやばかった。外ではちょっとやりつかないな、まだ。どこ行っても俺らが出るような現場あんたおるな。いや、そうね、ありがたい、すごいな、なかなか本当に。今の V のこと絡んできたの？お、そうそうそう、あのガンさんとリリさん、ツタキさん、あの二三時のなんかやってるのね、二三時のイベントの司会とかもね、やらせてもらったりとかして、ね、今日ね、このライブ TV さ、朝からやってるの、7時ぐらいから。あ、そうなんだ。そう、7時から司会やってるの？7時やってるの。え、ずっと？そう、だからさっきさ、たこ焼きも地獄みたいなんですけど、今日も京都で結構アップハードだよね。それすごいな。おお、あなただって今までニコニコの町会議とかなんか一睡もせずにやってたもんね。だから今日も寝れんくてさ。なんで？あ、始発で来なきゃいけないから。あ、そうか。寝たら、ね、起きれなくなっちゃう。泊まりじゃないの？泊まりじゃない、家から来た。で、昨日夜番組やって、
そのまま朝の番組がここだから、これ寝たら死ぬなと思って。あんたすごいね。でその時オープニングで、まあ何やるか、今日一日いろいろものあるけど何やるって話するんだけど、あの一番やっぱ危険視されてたのが、あの夕日リリさんと伏見岳さんと隊長ドグマカズミが並んだ瞬間やばいだろうねっていう話をじゅんじゅんとしてた。やばくない、上手にこうね、まとめたでしょ、ね、向こうに失礼もなくやったでしょ。あの時間が一番声量でかかったよ、特にめちゃくちゃ元気だったね。え、隊長大変だったと思うけど、ね、我々もその新しい、ね、パワーに押しつぶされないように跳ね返さないとと思って。もちろんお二人すごいよ、すごいけど、我々もね、過去の栄光なんて言われたくない、ね。過去の栄光。二人気づいてない、知らないと思うけど、二人が出てってね、こっちのスタジオ入って配信始めた後、スタッフさん何か、芸人さんよりものすごい声出てましたね。おーって感心してたもん。声からから。わー、そうだな。声からからも。めっちゃやつ。俺ね、りょうらんね、はい、全然笑い話じゃないんだけど。どうしたの？あの、うん、異常に自分の声がでかいってこと、最近ね、初めて気づいた。え、なんで、ね、笑い話やん、そんな笑い話じゃない、自分の配信 の、うん、あの声の返しってヘッドホンでやるでしょ。いや、するする、うん、あのヘッドホンの返しをフリマッピー君でうちのスタッフのこと配信した時に、うんうん、知ってるよ、ヘッドホンさせたの、はいはい、でいつもの感じでやってたら、ヘッドホンの音めちゃくちゃでかくないですか、自分の音すごい聞こえますよ、こんなんで普段やってるんですかってマッピーに言われたの。あ、で俺からしたら返しの音、うん、マックスにしてもちっちゃいなと思ってたの。はい、え、でもマッピーが来たら、うるさ、こんなんでいつもやってるんですか、難聴ですよ絶対って言われて、だから俺難聴で自分で自分の声が聞こえづらいからどんどん声量が上がってるんだよ。あ、そういうこと。え、あ、そうなの。俺これでも普通の声だと思ってるけど、みんなにめちゃくちゃでかいですよ。でかいでかいよ。え、だとしたら今普通だもん。どこに、多分生まれた時から難聴だしずっと声でけえもん。別に時間が経ったから耳がっていうわけじゃない、ずっと声でけえ、声量でかいよ。僕、This is 難聴ですね。This is 聴じゃなくて、This is 難聴や、俺。で、多分これ見てるドグナマミーは知ってると思うけど、別にね、今になって苦戦量が上がってるわけじゃない。うん、まあ確かに。ね、ずっとでけえ、ずっとでけえ。いや、ほんと1ヶ月前に初めて、あ、うん、俺って声でかくて耳悪いんだって分かった。先天性の声のでかさだ。何やねん、先天性の声のでかさって。先天性、だから耳があんまり良くないから声がでかくなっちゃったの。あ、自分の声をね、が分かんない、分かんないから、どれぐらいのボリュームなのかが。だから今の話聞いてさ、はい、小声のドグマ風見は想像できんよ、なんか。いや、本当にごめん、ちょっとごめん、あのどれぐらい、これ大きい、大きくない、これぐらい、あ、やっぱ気持ち悪い、気持ち悪い、なんか違うこれぐらい、それぐらい、それやっぱ元気。今のはでかいだろ。今のは確実にでかいでしょ。いやでも本当にお前気をつけるわ、最近年でやっぱ声帯も衰えてきてるから、うん、あんたの年はまだそんなことないと思うけど、喋、りっぱなしっていう意味ではね、声帯は消耗するからね、うん、ポリープは大丈夫なんですか、お二方って。あ、僕は大丈夫、全然。あ、すごく、大丈夫、僕もで、まあ、そういうのは全然。俺はもうなんかポリープを潰してさらにポリープができてて何回も繰り返してるからもうわからん。あ、何、全部ポリープわからん、もう肌質変わったみたいな。そう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 、あの大山マスターズみたいな、あの墓石を手で打ってこう鉄の拳を作るみたいな、ガンガンあの感じ。耐えられるかそれ、ボロボロよ。まあでもあんまり調子、あ、話変わるけど、どうしたの、俺のラジオに俺が病気になっちゃった時、代理クリスタね、うん、クリスタいたいた、うん、あれん時の評判がすごい良くて、あ、そうなん、そのりょうらんが番組に向かう姿勢とか、うん、ちゃんと番組の前に投稿を読み込んだりとか、まあ、当然やけど台本見てこういう感じですねっていう空気の読み方とかを、うん、作家の中村さんとか、まあ、幸子さんも含め、うん、みんながね、ほんと絶賛してたよ。あ、ほんと、次の週からマジで俺いじられてるもん。マジで、りょうらんは、りょうらんくんすごいのに帰ってきた人はダメだなとか、りょうらんはちゃんとね、あの、みんなリスナーさんの投稿読み込んでんのに、ほんとダメなやつはいるなぁ、みたいなこと、すげえ言われるよ。やっぱあんたすごいんやなって俺思った。あんまりでもね、最近そういうミスとかは減ってきたんだけど、うん、ドグニーの代わりに、まあ、お邪魔させてもらって喋った日に限って、うんはい、僕タイトルと、アーティストの名前テレコで読んだ。それはミスってたね。あれ？それはミスってたね。あれ？それは
で、代理ってちょっとおい可愛い嫁バカ野郎俺らは絶対ラベル貼らんからな、決めた、無理、絶対無理、もう絶対に貼らん、もう俺ボイコットする、無理、簡単なんで、簡単とかさ、もうやりません、終わり、帰ってよし、小学2年生でもないみたいな、しゃ、しゃ、河合さん、我々も付き合い長いですけど、どんどん攻撃力増してますね、本当ですよこんなにやるだって悪いけど、サインかけ終わるの23時そっから、なんで朝まで我々ラベル判で、おかしいだろ、何個だっけ、タクシー代出すんで、タクシー代、タクシー代だって、優しい、500貫、あー、お疲れですりょうらん、5万円でやってくれへん5万ももらえんの、河合ちゃんが出すってそれだ、え、5万だったら全然やるけどね、もう5万でももうやだ、貼らないといけないんで、確かにね、みんな待ってるから、それは貼っといてよ、あれ無理やで、さすがに、いやでもファンの方もドグマさんが貼ってくれたら一緒だよ、貼らなくていいって言ってるよサインさあれは誰貼ったって一緒だって言ってるよでも指紋がたくさん付いてる、今ついてるわ、大丈夫っすよ、ちょ本当にそれは頼むよ悪いけどそっちのスタッフで頼むわ、これ完全に、これ芸能事務所の人だったら絶対ピシャッとマネージャーが言うやつやぞこれ、いやちょっとごめんなさい、うちでは貼れませんっつって、ちょっとスタッフが楽しようと思って、ね、何も隠してるから絶対今の人も絶対払う視聴者みんなごめん、最悪ね、もうカンカンのまま郵送される可能性あるからこの方がなんかこれ一応しやすいんじゃないの、まあ保存はしやすい、確かにだからこれ別で送って自分で貼ってくださいでいいんじゃないの、いやでも多分木村さん的にそれ NG、 そうなの、ああまあこれ原材料の中に何が入ってるかわからないってことか、はい、そっかし考えたら頭おかしいねこの人アメリカの仕事がありますってニコニコ時代言ってきてさ、うん、あ行く行くって言ってわかりました、じゃあシアトルのスタバで待ち合わせしましょう現地集合でお願いしますやん、バカでしょ、わかるわけないだろそんなどここれ丁重にお答えさせてもらった、あそんなことあったんですね、何やねんシアトルの、シアトルどこ行けるわけないでしょつって、やっぱライブ TV はカワイイズムがいっぱい流れてるわけですな、こうやって聞いてると、ライブ TV の偉い人やばいっすよ、カワイ、リョーラン生かされるよ、何ライブ TV アメリカなんかスペシャルになったら行かされるよ、現地集合で、リョーラさん結構無茶振りしたことあります、結構ありましたよ、会社の無茶振りも、現地集合あったよ、現地集合はないけど、ま、それこそ街会議さっきの話したけど、街会議で結構現地でいろいろやりましたよ、現地集合リョーラもそういうのやってたな、やったよやったよ、で福島のなんか山道、うわー送ってみたいな、山道それありましたね、え、あの街灯がない道をガーッと行く時ですね、ラリーみたいなことしたの、そうそうそう、ラリーというか、なんか、あの、急いで現場移動しなきゃいけない、確かタイミングだった気がするんですけど、あの、ドライバーの運転手が、結構やんちゃするタイプで、運転をして、で、結構ね、街灯のない山道を、ブワー行って、みんなで死ぬ言いながら行きましたね、あの時。すごいな。あと今いらっしゃるけど、ジュンジュンさんとも鈍行で7時間一緒に電車移動するっていうのはいやもう我々結構ひどい目に遭ってるんですよ、もう本当に鍛えられたよね、泥水飲んできましたな、特にお二方はそうですね、さちょっと楽できるかと思ったらいまだに泥水飲んでるよ、500個ラベル貼ってください、本当になんかいつ楽できるんやろ、じゃあちょっと次本番だから、あごめんまだね、りょうらん君来てくれました、ありがとうございました、りょうらんありがとうです次のみんな番組見てあげてね、向こうの本番はでも多分やってる、そうはい頑張れりょうらん、はい、はい、いいやつやな、でもそっか町会議のだって最初の本当に最初のやつからずっとですもんね、だってまあ俺はあの1回目からではないけれども、でもまあかなりですよね、うん、1回目に近いと、2回目か3回目ぐらいから参加させてもらってる、すごいな、僕もいや僕はだいぶ後でも結構体調も町会議一緒になんか飯食った覚えあるね、うん、すごい楽しかった、あの体調くんが俺がさ町会議行くと歌や踊りや他のジャンルのことゲーム実況の人が絡めるチャンスやからさ、はい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 、そのいろんなニコニコの有名なジャンルのね方とそう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 共演させてもらうんやけど、終わった後のやっぱ打ち上げあるじゃん、うん、打ち上げでどうしてもさゲーム実況はゲーム実況、歌は歌、踊りは踊りって打ち上げでも固まりやすいのよ、なっちゃうねやっぱね、俺それ嫌であの枠を取っ払いたかったから一応全員で喋ろうよっていうことにして、その時にやっぱりね有効なおもちゃ、これがね体調なんです、
やったね。全員をですね、あのまずね、まあ、女の子も男の子もこれはもうセクハラパワハラに当たるかもしれないけど、全員が楽しんでいたっていうことで先に言っておくね、はい、全員をまずね体をロックして、出た、皆さん、仲良くなるための儀式がありますということで、出た、登場していただきましょう。レーザーゲップマシーン隊長くんです。わーで、ロックされた人の10センチ前で隊長がなんか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 ズレーってやると、みんながうわーくせーって言いながら全員の心が一つになる。そう、こういうねフェスティバルが行われてたんですね。やってましたね、懐かしい。これはね男女もう間近いに出た人間が全員やってましたからね。僕と一緒の方は確かにやってたね、はい、あの踊りのこの仮面ライダーニーナちゃんが一番喜んでました。すごい、もう目の前で台風が起こったような風が起こりましたっつってもね、バビーンってバビーンっつって。それででも仲良くなるちょうどありますからね。一時期めっちゃハマってましたよ、レーザーゲップね。そうだよ、そういうことはさ、なんかパワハラだセクハラだとかそういうことじゃないんですよ。確かに仲良く笑うんです。そうです、みんな喜んでたよね、あれで。でもちょっとああいうことがあると仲良くなるよね。なんかそれはね、きっかけに確かにそういうことないとさ、うん、本当今の世の中ってちょっとしたことで嫌ですとかさ、嫌なことなんかいくらでもあるやん。ね、我慢せえとは言わんけど、我慢せえ、嫌なことがある代わりにいいこともあるわけやんか。さ、女の子のケツ触るとかはあかんと思うよ。そういうの手柄じゃん。そういうのはあかんけど、やっぱ許容される範囲みたいなのはちゃんと、うん、あまりにも全てのことが今の時代って許容されないよね。ああ、それで言う、確かにね。ちょっと最近のやつは確かに強引さなんか間違ってるんじゃないかなって思うね。そうな、そんなこと言ったらさ、人間なんて嫌なことを全て排除しなきゃいけなくならない。ああ確かに。だって嫌なことなんてあるに決まっとるわけやんか。うんうん、だからって誰かからひどいセクハラやパワハラを受けたって話を我慢しろってことじゃないよ。うんうん、でも多少なりとも人間生きていくのには嫌なことに立ち向かうっていうこともあるわけやん。精神論でも何でもないけど、まあまあまあね、全ての嫌なことを取り除かなきゃいけないっていう流れは俺はおかしいなと思うけどね。だってこのサイン書くの今すげえ嫌やもん俺。すげえ嫌。何600も売れたの、はい、みんなありがとう。 600! すごいな。あと400です。無視です。俺と隊長のファンをそんなにいじめるな。そんなに買えるか。十分だ。おお、みんなありがとう。600巻すごいな。え、だからさらに50巻ぐらい売れたんだよ。そっか、ね、すごいな。そうですよ、だからみんな買ってくれるから俺らもこの嫌なサインを我慢して書くんです。我慢して。でも僕顔は全部書き終わった。マジ、うん、隊長ごめん、あと200枚書かないか。じゃあそれのところまで。いや本当みんな買ってくれたことありがとう。でもあれが600買ったってことは追加でもう何か書かなくちゃいけない。どうなんや、ちょっと頭かゆい。書いてきたら頭かゆい。ちょっと書いてくる。みんなだからあの僕こういうこと言ったけど、嫌なことは嫌なこととして、耐えられないような嫌なことはみんな逃げていいんだからね。ね、ただ自分が成長するためにちょっとした、あ、これなら頑張れるかな、どうだろうなっていうことは頑張ってみようねっていうだけの話やから。そこだよね。だってさ、さっきの打ち上げの話をさ、あの例に挙げるとさ、うん、二次会正直行くの怖かったのよ。ああ、龍が如くのさ、確かにね、牛沢君と一緒に、え、怖い怖いどうするって、 VIP しか行かない二次会なんて誘われても行きたく、怖いじゃん。だって大塚さんや黒田さんや中野さんがお見えになる二次会ですって言われたらどうですかって言われても、え、怖い怖い怖いってなるけど、でも牛と、あ、でもちょっとせっかくこういう機会なんだから勇気を持って行かせていただいて、お声かけていただいたので、ちょっとでもお話できたら自分のなんか中のものが変わったりとか、話せたら嬉しいじゃん、うん、で話せなくてもお邪魔だったらご挨拶だけして帰ろうって勇気を持って踏み込んでみたら、ほら、おめ黒田さんと1時間も喋れたんやろ。徳間さんやっぱそういうところで踏み込むとこのやつね。そう、もうめちゃくちゃ黒田さん手叩いて笑ってくれたようなこととかもあったよ。中谷さんと一緒にさ、そうで、やっぱ勇気持って喋、あの、言ってよかったなと思うよ。多分黒田さん付き合っても、アドウマ君この前どう思って言ってくださると思うしさ、うんうん、これツイートでやってくれた。いや、言ってよかった、言ってよかった、勇気持ってよかったよ。なんかちょっとのこう背伸びみたいなのは俺頑張ってもいいんじゃないかなと思うわ。
でもそういうのがね、やっぱできる大人はやっぱかっこいいよ。いやだ、何でもやだやだってやめてたら自分の成長マジでないと思うわ、本当に。それな、経験になるから、なんかそれは。みんなもう一回言うよ、本当に嫌なことは逃げていいからね。あ、そうね。その本当に嫌なことも逃げないとみんな鬱とかになっちゃうから、うん、そこは自分で、あ、ここは頑張れる、ここはダメっていうのを決めるといいんだよ。ボーダーライン。そうそう。それを何でもかんでも挑戦しないとどんどん自分が狭くなっていっちゃうから、うん、ちょっとだけ頑張るとこは頑張ってみようかっていう話ね。許容できる範囲の頑張るとかね。それってでもやることで楽しいことの方が増えることが多いからね。あ、いいこと言うね。ことわざ、逃げるは恥だが役に立つっていうね。あ、いいね。そうです。逃げてもいいんだよ。そうそうそう、うん、戦う時と逃げる時を見定めてね。見定めてやろうかね。いいとこ、いいこと言うじゃん。こういうことを言うとさ、またおかしな極論言うやつがさ、ドグマは根性論が好きだからとかすぐ言うの腹立つな。全然俺の話聞いてないやんと思う。あ、いや、それ、ね、みんなそういるのよ、たまに。いるいる。そういうコメントするのって大体ね、ニコニコの人たちなの。これこれ今日 YouTube だから誰もいない、みんな大好き。これこれニコニコ人もいい人ばっかだよ。いい人ばっかではない。いい人がほとんど。いい人がほとんど。たまにニコニコはクソ野郎が隠れてる。まあそれはある。ね、面白いよね。そうだよ、俺鬼兄貴に言われた。ん、兄貴も50歳で会社の社長やってるんだよ、はいはいはい、従業員もうね、うち50人ぐらいいるのよ、はいはい、お兄貴の会社従業員50人ってあんた会社がやっとったらどんだけすごいわかるでしょ。50ってもう社会保険だけで考えたくないでしょ。社会保険って今会社と本人と折半やから会社めちゃくちゃ払わなあかん。そうなんだよ。しかも高い給料払ったら社会保険でめちゃくちゃ高くなるから、うん、会社の負担めちゃくちゃ多いのよ。で、兄貴と、まあ、勝つわけだから兄貴と帰って、まあ、そのありがたいことで業務拡大してるんやけど払う税金も高くなるし、うん、もう本当に火の車なんやって。だよね。やっぱ日本って稼いだだけ税金も払わなあかんから、うん、設備投資もかかるから。で、兄貴と喋って大丈夫って言ったら兄貴がいろいろ言ってくれたけど、はい、やっぱりねすごいこと言ってくれた。のりくん、もうね、いろいろそのビジネス的にも株やったりとか、うん、いろんなその知識とかいっぱいあると思うけど、のりくんね、やっぱね、頑張るしかないって言ってた。あ、根性論でも何でもないけど、やっぱり自分が頑張るしかないって言ってた。重みがあるね、それは。まあ本当口ではいくらでも逃げれるけど、もう本当にやるしかないって言ってた。やっぱりそんだけの会社頑張ってやっとる兄貴見たら、まあほんと頑張るしかないなってちょっと思っちゃった。だって代表のご本人でしょ、それ言ったのが。そうだよな、やっぱそうなんだよ。だと一番偉い人がだってそれを言わなくちゃいけないぐらい講釈垂れて偉そうなことはいくらでも言えるけど、やっぱ本当に頑張った人が偉そうなこと言うべきだよ。なんかみんな SNS で人のことこき下ろしとるようなやつなんで、誰も自分頑張ってねクソ野郎ばっかだよ、たけ。そうだそうだ。木の屋さん見とんねん。え、やめなさい。木の屋さんも大変なやつはもう理解しますから。本当かい。大丈夫ですよ。そうだよ、人のことをこき下ろして文句ばっかり言っとるやつに限って全部自分が全然頑張ってないんだから。大変そうっぱいやろ。大変そうっぱいやろ。てめえがもっと頑張ってから文句言えっつって。見せてみろっつった。大体頑張っとる人は人の足引っ張るの発言しないんです。それね。そうなんだね。お、木の屋さん、ほんと口だけなら何とでも言えますね。乗っかっちゃダメですよ。乗っかっちゃ。これはでも木の屋さんのうまいところは、口だけなら何とでも言えますよねっていう僕の発言に乗ってくれる雰囲気を出しながらも、ドグマ風見の口だけだよねって言ってる。ドグマにも戒めをいただいてる。木の屋さん素晴らしい。そうね、確かに。ありがとう。僕も口だけにならないように気をつけます。なるほど。はちゃんとやんない。いやだから、あの頑張るしかないっていうのは、その本人らしく頑張ればいいと思うよ。あ、それはね。頑張れる能力も違うし、頑張れる範囲も違うから。許容も確かに、許容も違うし、幸せなあり方も人それぞれなので、うん、その人なりに頑張ればいいわけだから。で、また頑張るとか努力って言葉をさ、この世の中で否定しがちじゃん、うん、頑張ったり努力しない人が成功なんかしないんだよ。バカだバカだれ。確かに。なんでこの世の中ってこんなおかしくなっちゃったの。なんで頑張ってる努力してる人を素晴らしいっていうことがかっこ悪いっていう世の中になっちゃったの。許せないんだよね、俺。よう喋るね。もうテンション上がってきちゃった。本当。そこはね。世の中が楽
して稼ごうっていう流れになってる。本当に良くないな。まあみんなそれを求めてるから。いや楽して稼ぎたいけど。それな、それ分かっけど。そんな無理だよ。無理に決まってんじゃん。みんなだって非生活必死なのにね。そうですよ。それをさ、ゲームをピッピッとやってさ、面白いなこのクソゲーって言ってスーパーチャットやギフトをさ、うん、せしめとってさ、こうやってグッズが出りゃ買ってくれとかいう、そういうゲーム事業者が一番虫質が走る。誰なんだ、誰だクソ野郎。俺たちだ。ごめん、視聴者から金をせしめ取ってる。ごめんよ、隊長のところは本当に悪の会社だ。まあありがたい ね、ありがとう。こういう冗談も言えるような感じ、ね、ありがとう。いや本当、メイちゃんやったっけ。えメイちゃん、ゆいちゃんじゃない、ゆいちゃん、あれ、あメイちゃん同級生2 の、 あの女の子って覚えればいいな。ゆいちゃん入賞。ゆいちゃん、かわいいな、ゆいちゃん。通ると笑顔になってくる。え、あ、ゆいちゃんとももかちゃんが、はい、え、わー、いえいえ、お疲れ様です。実は、お二人と1枚お写真を、はい、あ、思いまして。はい、じゃあ、すみません、お断りさせていただきます。え、何の写真？あのミッション用でビンゴの。いや、いいですよ、いいですよ。撮りましょう、撮りましょう。はい、いいですか。はい、ありがとう。じゃあ、あの、こっち来ていい？いいですか？今、写真ですか？今、YouTube 映るけどいい？え、大丈夫ですか？いい。出てもいいんですか？チャンネル登録600万人の少ないとこですけど、いいの？600万って、全然いない、嘘だよ。6万人。6万人しかいないけど。はい。はい、ちょっと、すま、カメラ、かわいいカメラ、やって。遅い。じゃあ、私、あっちから回ろう。うん、カメラ引いて。あ、そうそうそう。はい、ちゃんと全部映るようにして。お邪魔します。すみません。失礼します。お前が高コンとバランスが変やろ。こんな感じで。はい。写真が名前ごめんね、間違えて。ゆりちゃんとももかちゃんです。はじめまして、皆さん。じゃあ、写真撮りましょう。なんかウェザーニュースのマークとかないの？ハンドサインとか。ウェザーみたいなないの？晴れマーク、パー。晴れましょう。晴れましょう。じゃあ行きまーす。はい。3、2、1。一枚行きまーす。3、2、1。はい、OK でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっと書かれてたんですか？ひどいでしょ。800枚書くんですよ。でも似たようなことしましたもんね。何人でやろうって。え？小牧さん前回何枚書いたの？小牧さん、あの、ひたすらまくって。いやでも俺ら800枚書いて800個負けって言われたんだよ。ひどくない？タクシー代出ますとか言うけど俺車で来とんのやけど。タクシー代いらんわ、金よこせ。ひどいっしょ。だからね、2人とも嫌な仕事は断らなきゃダメだよ。あのマネージャーが睨みを聞かしてるじゃない。いいんですよ、そんな。マネージャーはマネージメントなんですから。タレントはタレント力で行くんですよ。ちなみに、メイクさん。メイクさん。メイクさん、かわいいね。なんで、あんまりダメよ。もう会社にロリ言われて、はいはいって言ってた。いいんだから、会社なんかどうなるか分かんないんだよ。というか、お二人ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。まだ明日もあるんだっけ。今日で終わり。ラスト、今日。お二人、今日でラスト。はい。わかりました。じゃあウェザーニュースまた見たいと思いますんで、また、はい、共演できる日を楽しみにしてます。頑張ってください。よろしくお願いします。ゆいちゃんとももかちゃんでした。ありがとうございます。ありがとう。さようなら。失礼します。頑張ってください。ありがとう。頑張ってください。かわいいな。かわいいな。ちょっと足長いな。やめてください。足長いな。なんで足長いなもダメなの？足長いな。足長いな。足2メーターあるんちゃう？そんなにある？また下2メーターあるよ。2メーター50ある。女の子が横に来るとさ、俺今カレー臭出てないかなとかめっちゃ気になるよね。いい、怖い怖い。はい、加工も。いい匂いじゃない？ああ、じゃあ、よいしょ。出ようがすんだりなんか。本当だよ、ふざけやがね、かわいいにお願いがあるんやけどさ、コーヒー買って言ってもらえない？あ、いいっすよ。いい、まだかかるから。缶コーヒーでいい。ブラック、あの、俺できたら、あの、砂糖入ってないミルクが入ったやつ。
ああ、ラテ的な、ね、ノンシュガーのラテ的な、はい、でなかったらあのブラックでいいです。あんたはマックスコーヒー。ちょっとそれも分かる。ままあ、でもノンシュガーの同じやつでいいです。あっちのほれあの社員食堂のコーヒー無理なの。ブイーンってやつ。でも缶コーヒーです。あれ缶コーヒーなんだ。はい、ああいい全然。はいはい、ありがとうごめんね。お願いします。ああ、ゆいちゃんなんとかならんかな。可愛かった。あの男いるよそりゃ。バイバイだ。うん。よし、行こうか。ただ俺一番いいなと思ったのメイクさんやったもん。綺麗でしたね。メイクさん可愛かったもん。いや、うまくのかしか。なんとかなりませんか。ドグマさん行きませんよ。大丈夫。女いっぱいいるから大丈夫。他にもいっぱいいるから大丈夫。これいるの？まだごめん。大丈夫。半分しか終わってないよこれ。200枚ぐらい僕もでも名前書いてないよ隊長ちょっと1枚だけ隊長のが俺のサインの真似してみてよああ確かにこうやって書くの え2人ともどんどこと出てたえマジえ、マジ？知らんかった。その話すればよかった。こう。知らんかったわ。ね。あ、みんな、隊長が書いた俺のサイン、うん、俺よりうまい。そんなことある？時間でもかかっちゃうけど。これ、あの、わからない。わからないで、僕書く。うん。じゃあみんな、隊長が俺のサイン書いてくれてもいい？いい書いてもみんながそれはさすがにってダメやったらやめるけどいや、まあ、これわかんないよこれ、まあ、はたかなみたいななんかなこれわかんないよこれほら、まあ、アップにならないえって、うん、まあでもあんまよくないか、まあまあまあ、じゃあ10枚限定にしようそうだよ偽物のやつ、ね、じゃあ10枚限定にしよう、はい、これねで僕のサイン怪しいなと思ったらツイッターにあげてよ本物かどうかありがとうこれでうん全然全然あれ選挙選挙選挙はいだ隊長にも変えてもらっとるわサインあ本当ですかだってファンのみんながいいですよって言ってくれてるもん、うん、画面の方は書き終わりましたああすごいですねあのゆいちゃんさ龍が如く出てたってあそうです俺龍が如くの打ち上げ昨日行ってきたよ打ち上げそうだよ俺だって番組やらせてもらってるからあちょっとその話した方がいいで知らなかったもんだって、はい、なんで言ってくれんのいや知ってたんですけどおめえはそういう情報教えんなゆうちゃんに言っといてよはいゆうちゃん昨日いたかもだからねあっそうなんですね俺は会ってないけど多分いたかもだからへえあの、まあ、小牧さんという人ともう一人檜山さんという人と、そう二人でなゆうちゃんに言っといてはいなんで言わないのって俺知らなかったもんドグマさんは龍の如くの何って言えばいいですか俺は、龍が如く公認ストリーマーっていうのやって、うん、発売直前スペシャルに、はい、鬼越トマホークの酒井さんとか、はい、あの横山さんとか、あとみんなと番組やってて、この前もハワイアンズにロケ、はい、中谷さんと行ってるもん。今日、お昼は鬼越さん来てました。あ、そうなの、はい、鬼越さん俺昨日一緒に酒飲んでる。マジっすか酒井さん。金ちゃんさんは違うけど。いや、来てます、来てます、今日。あ、そうなのこの感謝祭の枠の中の番組出てます昨日普通に夜前に俺目の前で酒飲んでたここで喋ってたずっと何でそこそういう大事な情報言わないいや公開はしてますよ情報としては何にも言わんなそれ酒井さん次会ったらまた来るでしょあそうですね結構言っといてよく来てるんで本当に、はい、お世話になってありがとうございますって、はい、打ち上げとか番組もお世話になったから、はい、風岡さんっていう人が言ってたって風岡さんって誰ですかってどんな風岡さんこれは言っといて欲しかったなちょっとそこつながりあるの全然全然全然昨日目の前にすごかったよファーストサマーウイカさんへえその酒井さん鬼越、うん、中野秀夫さん俳優のその横に黒田隆也さん桐生ちゃんそのメンバーと俺で飲んどってすごいっすねすごくない俺も有名人やもんこの腹が立つやろ友達がすごいって自慢するやつさっきめっちゃ聞かされて有名人の友達ってやつですねそう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 
なってしょうがないじゃん。それぐらいしか自慢できることないんだからねえ。はい、じゃあ伝えといて。わかりました。ヒロピク、はい、もうあと1時間かかるわ。わかりました。これな、うん、10時になっちゃう。まだこれやっていただいてない。は？なんで、だって100枚でいいんでしょ。400体調やってる。400書いてるよ。ほんとすか。400書いてる。400足る？足らない。いや、足りないかもしれない。いや、本当に、本当に何枚か言って書くから。600巻まで出て、300なんですよ。うん、だからどれを何枚って言ってくれば書く、まあ、400枚ずつ書ける。400枚ずつだから100枚ずつでいいんじゃない。100100100100100100100で。いや、一周400は。え、さっきと話しちゃうやん。嘘です。一周400だから。嘘です。一周400。嘘です。もう今俺ら真剣に書いておくからシャレ通用しんよ。100100100でいいのね。100100100で800でいいのね。800で、はいはいはい。今本当に2人が今怒ろうかと思った。なんだと。何言っとんのこいつ。このディレクターはできるディレクターと悪いやつやな、本当に。まだちょこちょこ売れとんのかいな。まあ売れとらんのさすがに。ちょっと見ていきます ね、 ね、全部で何個売れたっていうのを教えてあげたいもんね、はい、みんなにね。でも増税の中よう買ってくれたわ。でもね、みんなの、ね、負担がまた増える話でごめん。木上さんの缶詰買ってもらったこの配信で言うのはあれなんやけど、もうすぐね、ドグマ風見春グッズが出ます。春グッズ、はい、今まで夏と、うんうん、まあ、夏というか秋口と年末年始しかやってなかったんですけど。そうですよね、時期的にね。春もね、まあ大体年間4回ぐらいやろうかと思うのね。はい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 。そうなんです。え、何のグッズを出すとかって決まってるんですか。もうね、作ってますよ。今回はまあ春なんで軽めなんですけど、はい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 。あの皆さんすごいよ、はい、また出すんかっていうね。ヨガさん、8巻しか増えてないです。ごめん、ゲップ出てます。8巻しか増えてない。全部で何巻なの。608巻。皆さんありがとうございます。十分でしょ。ありがとうございます。了解。もう行っていいよ。あ、暑くないですか。ちょっと暑い。だい、あ、まあまあちょうどいいわ。ちょっと空調もいい。足元寒くなりそうやから、このままで大丈夫。うん、だで、どんででね、今回すごいよ。どんな感じなんですか。みんながね、買い控えがあるか不安。なんと T シャツを3種類です。あ、T シャツ3種類一気に。そうです。作ったな、また T シャツのね、俺のね、お気に入りを3種類出しますから。どんな感じの、あ、でもそれでどうやって後々って感じですか。はい、いいですね。でも T シャツ2種類はめちゃくちゃ着れるやつにした、はい、あ、もう外で着ても問題ない。そう、あ、いい。めちゃくちゃ着れる T シャツで、もう1種類が、はいはい、あなたのドグマ風見に対する信仰心が問われます。どんな、あ、着ることで、いや、着ることでこの人は真のロイヤルガードだなって。なるほどね。そうです。一種類はかなりですからね。かなりレベルが高いです。それを着るにはちょっとレベルが高い。これを着てね、ぜひ買っていただいてね、僕はドグマさんが大好きですっていう白目、ベロを出した写真を投稿してほしいですね。え、なんだろう。皆さんの信仰心がないと少し。それで、座禅を組んでジャンプするというですね、ドグマ風見信仰心グランプリっていうのをやろうかと思います。それだ。その T シャツを買った人だけご参加ができるっていうの、それやりたいですから。いいですね。はい、ぜひぜひよろしくお願いします。どんな T シャツだろう。はい、お前も買えよ。買えますよ。ものすごい一個は信仰心やん、本当に。うん、ちょ、でもそれ情報来たら。でも分かった、買います。か、買えよっていうのかわいそうやからあげるわ。いいんすか。毎回でも買ってますよ僕。ごめんね。いやいや、でも2種類はね、本当にね、めちゃくちゃいいと思う。え、楽しみ。超かっこいい。ドグマさんのとこね、デザインがさ、やっぱ、みすけさん。そうだよね、みすけさん、かっこいいよなぁ、と。いやね、1種類は、ね、既存の発売させてもらった T シャツの別バージョン。あ、過去の。はい、過去のやつの別バージョン。へぇ。でもね、前のバージョンと今回のバージョン絶対揃えたくなる。なるほどね。はい、で、もう一個は、新規の、はいはい、書き下ろしの。デザインになります。うまいことね、その別のバージョンなんかも。いや、別バージョン揃えたくなるもんね。いい、わかる。お、今来た、 C 買った、ありがとう、馬本さん。よかった。あ、喉枯れてきた。あ、大丈夫。
皆さんぜひ楽しみにしててください。ハルグッズですね、発売はですね、なんと会員の方は来週末ぐらいから買えるようになると思いますので、いいですね、はい、一般の方は来週、再来週の月曜日かな、次の月曜日、次の会員の方は来週の土日から買えるようになると思います、うん、お願いいたします。いいじゃないですか。まあだから年4回ぐらいはやろうかなっていう感じ。スパンが空くとやっぱ買いやすいですよね。せっかく応援してくれてグッズないんですかっていう声もあるから、まあまた今回 T シャツだけですけど、うんうん、違う時には違うものも作ろうかなと思うので、マグカップとかもありましたよね。そう、過去にはね、ドグナマカードゲーム、ドグナマカードゲームはまあ今年、もう今年のスペシャルオーダーどうしようかな。あ、もうでもそっか、そんな感じの話をもうぼちぼちやっていく感じですよ、時期的に。したくないんだけどさ、何やるでもね、やっぱりかかりますね。だから視聴者のみんな頑張って応援してくれるから、まあお金かからんことにしようかな。SDGs で去年も結局金かかったもん。いや結構やってましたもんね。もうさ、今年は何万人達成スペシャルっていうのやってるで、やってるから、もう今年は、はい、チャンネル登録1万人刻みスペシャルを1年間やるってことで許してもらおうかな。5万人達成、6万人達成、来週6万人達成やんのよ。あ、前ですか。来週から3週にわたり、はいはいはい、その時7万で、その時は6万9千人達成、6、9やから同級生2やろうと。なるほどね、あ、いいじゃないですか。で、7万人達成、8万人達成、9万人達成で10万人達成したら、うん、10万人で大きいことやればいい。あ、それいいかもしれない、確かに、うん、もうなんかそれでもいいのかな、うん、ねえ、確かに。やっぱあのたくさんの人数集めて大ごとにするっていうのも面白いのは分かるんだけどね。まあでもやっぱあれは楽しみよ。でも分かるよ、お金かかるのは確かに大変だから。だからお前楽しむだけないとお前100万ぐらい払えよ。え、100万はちょっとな、だいあるやろ金。1万ぐらいだったらいいけど。1万っておめえバカか、バカか。だから一人で1万もあれか、あれですよ。でも岐阜もまた行きたいな。ああ、下見てると肩がね、ね、こう下のこうスマホで、これ一気にやって休憩しよう。ちょっとなんなら今年7万もあります。いやでも今のペースでいったら今年10まで行っちゃうかも、わかんないけどね。それブラジルバブルが止まるかもしれない。ね、止まらな、それ続いてくればね、ね、分かんないよ。一定の数値いったらなんかそれからさらになんか相乗効果で増えていくってことも考えられる、ね、考えられるから。隊長本当にね、うん、お前ら1万まではすぐ行くと思うよ。1万から伸びないんだよ。1万いけるかな。いけるよ。だって大人たちのファンはみんな登録すれば1万ぐらいいくでしょ。あー、難しいとこ、どうなんだろうな。今リアルタイムでね、応援してくれてる人がどのぐらいいるのかってとこのやつはね、なかなか難しいところですが、別にみんなもニコニコ捨てないっていうのは知ってるでしょ。あ、それに関してはね、うん、あの物理的に動画の本数が、ニコニコってね、多すぎて、そう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 、捨てることができないかな。捨てるつもりもないし、なんだけどね、今古い動画を 1,2 本ずつ YouTube の方にも上げてってって感じでやってるから、お前らも跳ねるといいな。そうっすね、なんかでな、うん、頑張れ頑張れ。ありがとう、そういう風に言ってくれよ。いやいや、頑張るしかないよ。確かに今度でも YouTube ライブのサイマル、その無料の配信になっちゃうと思うんですけど、今度やりたいんですよね。うん、全然できるよ。俺うちなんかいつもやってるし、1000人いったら確か放送できるんですよ。できるできる。あ、ちゃう。次はだから4000時間だっけ。もうお前、うちなんて、はい、YouTube だけだけど、今この配信は今日は簡易配信だけど、はいはいはい、普段なんてもう 1440p 配信だよ。すごいじゃないですか、と思う。1080超えてるもん、今、うちの配信。ああ。あ、
映像もそっか、だからだから 4K まではいかないけど 4K の3分の1分ぐらい高画質。あーめちゃめちゃいいっすね。だから普通の HD よりも高画質だよ。うん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 、まあ、問題なのは高画質で見るのがおじさんっていうねそこの問題があるけど、いやでもやっぱね、ブロックノイズがそこら辺のとこなんかもね、ちょっと見づらさは。でもドグマさん音がいいからな、ドグマさん。最近ね、音もね、すごいちょっとこだわり出しててね、いいと思う。音がいいだけで、お前のとこすげえバリバリすな、たまに。そうなんですよ。いつ解消すんの、あれ。おっしゃる通り。確かに。あれ、全力やったほうがいいよ。ですよね。やが、なんで、俺、昔行った時もバリバリしとったもんな、お前。あー、歴史よかったね。ヤシさんに今度だからヤシくんバリバリ直してあげて、バリバリ直して金取っていいよお支払いするのでよかったら。あのね、映像よりもね、だよね、音が綺麗な方がいいよ。映像なんかもうゲーム見れりゃいいよ、別に皆さんもそんな文句ねえもん、うんうん、音はガリガリしてると我慢できないもんね。そうなんだよね、一番それを大事にした方がいいってと思う。わかる。いやでもみんな画像の方、画質の方行っちゃうんだよ、ね。おっしゃる通りだ。しかしあのゆいちゃん可愛かったな。ね。どうなんだろうな。二人とも可愛かったな。どっちが好き？どっちが好き？これ両方とも好き。うん、つうか細いなって。そうやな。もっと太ってもいいよね。ちゃんと飯食ってんのかな。いやほんと2人とも多分ご飯年に2回ぐらいしか食べてないんじゃない。ガリッガリガリッガリッガリッ。なんかそうね、ちゃんとご飯食べてんのかなって心配になっちゃう。ねえ細いよね。でも龍はお得、うん、多分昨日の打ち上げにもお見えになったんだけど、はい、なんかさ俺とか隊長、はい、なんかこれバーしゃべるから覚えてもらいやすいし、うん、隊長は面つけてるから絶対覚えてもらえるよ、ね。あ、まあ、放送とかだったらね、これがあのイベントやって、あの打ち上げとかそれだと外しちゃうからだけど、うん、まあ打ち上げでそれ外したらほんとつまらん、ただのおじさんだもんね、喋らへんし、うん、へーへーへーとか言うはははつってこれで、あのビジネスの匂いがするときだけ普通に人のことを無視して名刺交換します。お世話になっております。名刺交換して、はい、ということで皆さん、木の屋さんの缶詰の次はドグちゃんのグッズも頼むね。ぜひ。もう売れなかったらしばらくうちのチャンネル油玉くんが配信する可能性が出てくる。油玉くんもそんなことやってる暇ないか。みんな今お忙しいもんな。いや今ね、もううちもそうやけど、あんたんとこもそうやと思うけど、視聴者の皆さんもどこも必死やよ、うん、だよね、本当に大変や。いそつか大変じゃないとこなんてないよね、だと思うよみんな、うん、大変な中やってますね、やってらっしゃると思うんだよね。グッズね、でもグッズもやっぱそのドグマさんのところのやつってデザインめっちゃかっこいいから、視聴者のみんなもめちゃくちゃ楽しみでしょ毎回ドグマさんのやつ。まあでもデザインはね結構本当に楽しんでらっしゃる方多いね。ドグマさんがそもそもこだわりがめちゃくちゃすごいから、やっぱ出てくるやつがねどれもかっこよくって、こだわるくせに割と売れへんと落ち込むよねこだわらないよかったからこだわると値段高くなっちゃうのよ。そうなんですよね。ここ一色増やしたいとか、うん、ここ刺繍にしたいとかさ、そうそう、版を1個増やすとかっこいいとかなるけど、版増やすと高なんのよ。そうそれがさ、3000枚4000枚作りゃ安くなるんやけど、うちみたいにさ何百枚とかやると、まあ、割高になってまうのね。だからみんなに悪いなと思いながらもさ、じゃあもういいのか、ここにもう黒一色でドグちゃんって書いてあるだけにしたら安くできるなとか思いながらさ、ダッセーなそれと思って、みんなここにドグちゃんっていう黒一色で書いた白い T シャツにしようかな、それやったらめっちゃ安くできるよ。ダメ
ってよ。たばし。何にもない、裏にも何にもない、ここドグちゃんって。ドグちゃんって。それだけなら安く。それはそれでちょっと欲しいかもしれないけど。それだったらいいよ、リーズナブルに出すけど。そんな T シャツ俺が欲しくないもんだって。でもそれ飛ぶように売れてる人なんかもいるからなっては思う。確かに。ね、あの誰とは言わんけどね、有名な方で、うん、何この T シャツ安っていうのが何万枚も売れてるとことかあるもん。やっぱあるある。でもどこの YouTuber だ。これ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 俺儲けやねえかとか、俺らすぐ原価計算してまうからね。大体値段わかるからね。わかるから、こんなんこの値段なのみたいな、ね、ってことはこのくらいの、ね、単価で多分作ってんだろうなみたいな感じ、ね、だからあんまりこだわりすぎもよくないのかもね。こだわったからって、そうそう、なんていうの？いやでもこだわってるってのが 見えるぐらいやっぱいいものだってのが、僕素人目線とかでもやっぱ分かるところに魅力を感じるところあるんじゃないですか。とりわけドグマさんのリスナーの方はやっぱ大人の方が多いから、なんかいいものを、これはいいものだじゃないけどさ、それでなんか求めることはあるんじゃないかなって。なるけどね。そうそうそう。みんなこだわっていい。でもちょっとそこはだってドグマさんのとこを見たいと思うけど。でもちょっと高くなっちゃうけどごめんね。いやそこはでもこだわらなくていいってなったらみんなドグちゃんっていう風になるからね。ドグちゃん T シャツ。ドグちゃん T シャツ。手書きの出せやつ。つかドグマさん自身がそれを許さないでしょ。いやだ。そうそうそう。そういったとこにやっぱ。基本的に俺がいらない商品いらないから、ね、ああグッズの根幹にあるかも。それは自分が欲しいものを作るっていうね。はい、だよね。やっぱこだわってくださ い, っぱ い, い腰痛い。大丈夫だと思って嫌なってきちゃった。嫌なって分かる。お、確かに。ドグマさんグッズとして缶詰を採用していただいた。あ、じゃあもう、木の屋さん。うちもこの YouTube に、ショッピファイっていう販売サイトあるので、ショッピファイに、うちのショッピファイに木の屋さんの缶詰を置きましょう。それだ。やった。そしたらもう木の屋さんに、キックバックというか、木の屋さんに入金すれば、石打ちが売り上げ分を。ドグマさんが。あ、これでおめえ、悪徳会社、ね、間に行く悪徳会社がいなくなれば、これやったね。それだ。それだ。それだわ。やりましたね。ああ、やったね。そうしましょう、次回から。やだー。割と乗り気じゃないですか。次回から au ペイマーケット抜きで、それだ、直接やりましょう。やだー。よいしょーねー。よし、河合がいないうちに話が決まりましたね。交渉を進めよう。あいつは悪魔だ。バカ野郎って言って、間抜きやがって、この野郎だよ。乗りまで話せとしやがって。乗りまで話せとしやがって、バカ野郎って。やりました、決まりましたね。やったぜ。こういう業界でそれやったら大問題なんで、仲介なしだ、やったこれって。はい、どうする？ドグマ直販にして値段が半分だったら、なんぼほど取ってやるとバレてまうな。ドグ直ってまあでも au さんにね、フリマッピーラベル貼りもうちでやりますって言ってくる。出た出た。おい別のおい、マッピー、そして木の屋さん、もう我々で組んでやろうかな。隊長、ね、僕もちょっとやらせてください。いいよ全然。お前とショッピングサイトないの？うちもね、ある似たような感じのやつあるから。あんまりいいやん、それでやれば。木の屋さんやろうか、こっちで。マッピーのとこ全部やってもらってさ、そうマッピーのとこご家族で、俺らのサインの偽造もできると思う。あいつすげえ上手やから。サインの、あいつ器用やから。サインの偽造も多分やるから。木村さんこれですよ。そしたら原価を抑えてやれますよ。これやりましたね。いや、サインの偽造って言ったら。でも、堂々と偽造サイン入りって言うやつ。そう、偽造サイン入り。本人は書いていませんって書けばいいやん。開き直ってね。開き直れば嘘じゃないから、ね。そうそうそう。消される。偽造サイン入り。偽造サイン入りってやる。面白い。本物のサインが何個か勝っています。そうそう。当てられたらなんか面白いなそれ。いいな。木の屋さんの従業員の方にサイン書いてもらってみんなにね。
みんなでどの いろんな直筆のサインで本物はどれでしょう。なんだこれ、面白いなそれ。よし、大丈夫、ごめん。ん？あと120。あと120。僕は追加で一応少しサイン名前足してる。あれでもいくつ売れたんだっけ？あれ？600。608っすよね。うん、608だと608を半分にして300、まあ、だから400あれば足りるよね。足りる。ね、でも文句言わずに書こう。買ってくれたんだもん。そうだよね。ね、ありがとうね、買ってくれた人。うん、と感謝してるよ。本当厳しい時代なのによう生き残らさせてもらったあんたらのおかげやわ。本当ありがとう。そこだよね。いや本当やって、こんなこうやってファンの皆さんが支援してくれなかったら生活できないもん。なんかさ、こういう発言って優等生な発言みたいで嘘くせえなって思うかもしれんけど、年を重ねるにつれ本当にまあファンのみんなに生かしてもらっとるなと思って、ありがたいなと思うわ。本当ありがとうございます。その気持ちが出てきただけでも多少なりとも成長させてもらったかなっていう気持ちにもなるわ。うんうん、サインは下手くそやけど僕もサインは適当になってきたけど、ありがとうね。みんなこうやって言うと大体ね、友達の漫画家の小ブローくんがねあのコメントでね、ベンツを転がしゴルフをする成功者って必ず言ってるんですよ。ベンツとゴルフしたら成功者じゃないでしょ別に。でもさ、岐阜で実家にいて無職だった時とこと考えたらだよね、すごいことだよね。そっか、だって会社が30歳の時潰れて、うん、ほんで失業手当を半年ぐらいもらったけど仕事決まらずに、はいはい、失業手当が切れる時に就職活動も全然新しいとこ決まらずに、はいはい、お金もなくなってきてどうしようって部屋の中でアニマックスのドカベン一挙放送を見ながら、はい、人生終わったって思ったのは30歳の夏。ほんとやばいと思ったもん。就職見つからんし、お金ないし、実家に追い出されたらどうしようなって。はいはいはい。アニマックスのドカベンのお金は払われへんわ、と。一日さ、やらなあかんけど動けんときってあるじゃん。あるあるある。どうしようってドカベン見ながら時間ばっか経ってって、ほんとにやばかったわ、あの時。そう。え、じゃあ、いや、ほんと、いや、そう思えば、東京にさ、一軒家を借りれるようになってさ、借家とはいえ、ベンツ乗ってゴルフやって、むちゃくちゃ言ってたよ。いっぱしに有名な方と絡めるように、ありがとうございます、皆さん、ほんとに。ほんと、これ。お山遊園地でね。懐かしいな。よし。まあリスナーさんのおかげもあるけど、うん、まあ俺も頑張ったし。あ、急に。俺が頑張ったことをみんなが評価していただいたってことかな。ありがとうございます。そうね、確かに。ドグマさんの頑張ってるのをみんなが楽しいと思ったから、ね、応援しようと思ったところじゃないか。ありがとうだからな。頑張りますよ。ね、さっきの公認ストリーマーの件もそうだし、それびっくりじゃん。いやでも何でも、いや本当何でも冒険で本当頑張ってみるもんやなと思ったよ。うんうん、あの公認ストリーマーで龍が如くやりますっていう時に正直批判的なあのファンの方に一個意見もらったりっていうのもあったんだけど、そんななったの？あったよ。古いゲームだけやった方が絶対いいですよとか、新しいゲームやって。なんかその迎合するのは良くないと思いますみたいな意見もあって、はい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 、まあ気持ち分かるんじゃないけど、でもいろんなな、うん、まあまあでもいろんなご意見あったと思うけど、俺はやった方がいいなと思ったんでやらせてもらって、そうそうそう、本人のねやりたいことをこう尊重するのが大事だと思うしな、ね、いや本当に昨日も打ち上げ参加できたのは一つのゴールだね。そうだね、まあ、これからもまた留学をさせてもらうけれども、うん、一つのね、まずは留学とかあれ
全部やったんですか？まだまだまだいっぱいまだね、3からやれてないので3からもまたやろうかなと思いつつって感じかな、はい、まあ今後いろいろ考えてますよ、はい、まあ多分しばらくはね、新作は出ないだろうからね、8出たばっかだから。ああ、そうそうそう。だって湯河ごとくって足掛け1年半、まあ2年ぐらいで3本出てるんだよ、新作。えっ、お前ほんと何も知らないね。マジで龍が如く維新極みが、ああ去年の2月出て、うんうんうん、で今年の去年の7月ぐらいに龍が如く7外伝が出て、で今年の1月に龍が如く8が出たんだよ。え、あだほんと1年半、1年半で3本出てるんだよ。ええー、すごいね、すごいペースですね。それそうだよ。まあ、もちろんね、前々からは作ってたとおっしゃってたけど、でもそういうペースだから、まあ、多分しばらくはね、情報がしばらくはもちろんないと思うので、そうなのよ。ね、すごいことで。それすごいっすね。ね、え、だって1年サポートですよ。まあ、後ろで作ったというかね。ね、300。素晴らしい。あと100で終わります。あとはこれか、アナゴか。アナゴ。11時半ぐらいになる。10時半ぐらいかな。今日止めたるわ。これはちょっと明日かな。な、明日朝帰るよ、うん、まさかこんなに書くと思わなかった。木下屋さんと視聴者の皆さんに大感謝。河合には大クレーム。本当っすね。なんかこれが 100? ちょっとどれが 100? このサンマだけちょっと俺多いな。これ100いっとる、いってなくない？これこれで一応、あ、これお前の分足せばいい。あ、そうか、これか。それで多分100だいたい。あ、でもちょっとブリ大根ちょっと足らんかもな。あ、なんかもうちょいかだと思うんだ。ざっくり数えたから自信ないけど。じゃあ、なんかこんなもんや。じゃあ、ちょっとブリ大根もうちょいやな。いや、100ってことにしよう。木の屋さん、各50枚ずつ。木の屋さん、ちょっといっぱい売ったで、今度木の屋さん、接待してくださいよ。急になんか木の屋さん、接待してください。雑に売ったらいいわ。木村さん、ちょっとまた行くので、石巻、ね、ちょっとお願いしますよ。石巻か、うまいもん食わして、女の子いる店も連れてくださいよ。ね、接待お願いしますよ。はい、頑張って売ったんですから、交際費で落としてくださいよ。ちょっと、可愛い子おる店とかない、ね、東京からスターが来たということで。スターが来たと。なんとかならないですか。お、石巻でぜひって言って、まあ、ありがとうございます。コメントでめっちゃ。じゃあ石巻まで行ったら本当接待してくれます？え、まさか。新幹線代とホテル代もお願いね。抵抗かかるよ。結構かかりますよ。もちろんギャラはいりませんからね。はい、遊びに行くよね、全然。うん、行きます行きます。行く。いや、せっかくで体調と俺だけだとあれやから、遊びに行くんやったらもう何か連れて行こうかね。誰連れて行く？え、誰だろう。面白そうなやつ連れて行こうか。面白そうな人。まあ、これは友達少ねえからな。誰だろう。じゃあマッピー連れて行こうか。あ、マッピーさん。マッピーも行こうか。マッピーさんってもっとかかるんですかって。岐阜からやからな。ね。ヤシ君とか。ヤシ君なんてお前。あの子、山口に住んどるぜ。ね。山口は引くね。もうすぐ遠いよ。飛行機代やばい。ですよね。ちょっと一瞬休憩していい？ごめん、なんか筋肉が固まってきた。あー、わかる。サインが全体的にちっちゃくなってきちゃった。筋肉固まって。632。あ、まだ売れてんの？おー、はい、ありがとう。632、さらに売れた。こうなったら650まで行こう。それだ。今ね、木の屋さんコメントしてくれてて、俺の配信で、はい、もう直接今俺 YouTube に Shopify っていうサイトを持っとんのよ、自分で、はい、だ直接やりましょうっていうことで話まとまったから。あ、次回から。うん、すか。
すげえ可愛が笑ってる。そんなことしませんよ。次回もお願いしますよ。はい、はい、お願いします。ギャラはもうちょっと上げてほしいな。お願いしますね。ちょっとちょっと、はい、お前ら他の人よりも一番ギャラ安いんじゃないの俺ら。いや、一番ギャラ安い人はもっと他にもいます。あ、そうなの。おい、なんだ、みんな有名な方はね、いっぱいいるから。なんだったら俺らもうちょっと増してほしいな。ね。今回のギャラの提示を見て、ちょっとなって言ったらもう、木の屋さんと話を進めようか。直接の方が多分、仲介でお金かかんないだろうから、はい。で、直接やりだしたら値段ガーンって落ちたら、すげえ取っとるな、こいつら。え、半額ぐらいになりましたよってか、どんだけ取ってるんですかって。それやばい。いや、そういう商売じゃない。あ、そうなの。はい、さすがやな。な、でも乗ってないんじゃん。じゃあ 1円も。1円も。それは乗ってるでしょ。それ生活あるし。はい。だからこれそう重要なこと。はい。次回のオリジナル完全ラベル中身オリジナルもちゃんとやれそう。やります。本当に。やったー。次はもうラベルももっといいのにしてよ。今回のは、ね、こうサンプルというかあれやから。そうだね。なんか AI に適当にスピンオフやから。AI に適当に作らせて。これ AI なんやこれ。AI なんこれ。AI なんこれお前。でスピンオフ的なもんやから、次回はもう完全に、はい、木の屋のマークが入った。書かしてくださいよ。よかった。セラビカラさん。僕も書けますよ。いやまあミカルもいい。その隊長の描いた絵を俺が知ってるミスケ君っていうデザイナーの子にちゃんと俺っぽい、うん、隊長っぽいのにしてもらって、うん、で木の屋さんのマークも入れて やろう。わかりました。でかっこいいラベルとかデザインにして、ロゴとかデザインのやつはもうそうそうそう、まあ、その子にただで動かせんけど、まあ、いくらかもらうけど、どうその代わりミニマムで売る感覚をガッと上がると。え、最小ロット、最小ロットいくつ、ちょっとここでは言えないですけど。みんな聞いた、オリジナルのやつは多分あいつの顔はね、1000巻売れって言ってるよ。で1000巻やる場合はもうさっきの2時3時の2人借りれる。あの人たち呼んだら確かにな。あの子たちいい子たちやって一緒に売ってもらえる。そしたらダメ、どうせも考えてみます。あ、しまった、俺あの子たちの肉買わなあかんわ。ああ言ったもん。終わった、番組まだやってるの。まだやってます。肉どこの分からへん、どっから行くの。いや、さっき出られてた番組で買います。あ、あれのどれ、 あれをそのままやってるんで、一番最初の商品。いや俺約束破るの嫌やでさ、ちょっとどれ、あ、このだ、俺のページのあそこから行けばいい、ね、あ、そう概要欄から行って、その缶詰以外は全てあの肉がすっていうか、あ、だから缶詰がこれだし、どれ、缶詰しか出えへん。缶詰ももちろん買うけど、一回番組の方に行って、番組の方か、番組ってどれ、今ライブ TV の、なんでログインって出てくるの。ログインはしないか、あれか。ちょっと一瞬戻っていいですか。どうぞ。すいません、これ直のリンクってことか。あ、そういうこと。あいつかわいい、ちっとも分かってねえな、あいつは。AB の動画を見られます。ねえねえ、ウィークリーランキング、いい、すごっ。で、必要じゃん、みんなこれ見て。マジで、まあ、今にあの子らに抜かれると思うけど、これ、まあ、出してもすごいね。これ出してもいいよね。これ、はあ、これランキングなんですよ、はい、これ10位からこれ上ピュアーってやると見て、1位ウィークリーランキング1位、ドグマカサミ隊長オリジナル缶詰。おー、やーいしょーれー、すごいな、隊長すごいよ。めちゃくちゃ売れてんじゃん。めちゃくちゃ売れてるよ。これはもう表彰状じゃない。ふざけんなよな。ふざけんな。もっと待遇改善せえよな。
ちゃんとせいか、でもドグマさんのな、リスナーのみんなやっぱうちのリスナーもそれ買ってくれてるだろうし、いやいや、隊長のとこのリスナーも買ってくれてる、うん、でも本当、でもこういったいいものを買うのに本当 ね、お金とかのやつ使ってくれる方々、うちのチャンネルだけで隊長君たちのファンの方も買ってくださってるからさ、それはもうありがとう、本当に隊長のファンの方見て いらっしゃる方、ねうちの今はね、うちのチャンネルなんで少ないかもしれないけど、ありがとうみんな、1位だよ、ウィークリーすごいな、まあこの後ね、あの2時3時の方のお肉が来るかもしれないけどねすごい、すごいよ ねそっか、でもそれなりよかったな、なのに内職させられてる、ね、頑張ろう、うん、やっぱ何でもね、1位取るってすごいよ、隊長と俺なんてやっぱインターネットの日陰者なのに1位取れるなんてここだけよね、あ確かに本当に紀ノ屋さんのおかげで1位取らしてもらったみたいなとこあるよね、本当そうだよ、紀ノ屋さんで美味しいからね、紀ノ屋さんの缶詰なんて俺らがやらしてもらうでも1位やもんね、うん、別に俺らがプロデュース先立て1位やもん、紀ノ屋さん美味しいよって感じでみんな知ってるからね、いかにも俺らが1位に押し上げた感出てるけど、紀ノ屋さんのほとんどやって売れるやんから、ポテンシャルがねそもそもね全然違う、そう商品がいいラッキーなんですよ、だからここだけの話なんやけど、ね、本当ここだけの話なんやけど、木の屋さんの缶詰でドグマさんと隊長さんいっぱい売ってもらったんで他の商品もやってくださいって結構言われてんね俺ら、そういえばそうですよ、うんうん、でも何個かやらせてもらってそれも良かったんやけど、やっぱりもうごめんけど、まあ、木の屋さんの時はマストでやらせてもらって他の時はもうちょっと相談させてって言って、うん、もうね、何でもやるのはやめてるよ、確かに一回やりました、何回かありましたよ、ね、であのケーキとかやらせてもらったけれども、うん、まあケーキが悪いってことじゃなくて、やっぱさ何でもかんでもね、あのいいですよいいですよ、これもこれもって言ってもみんなもそれ全部買えないじゃん、短いスパンでやりすぎて、ね、みんなもね消耗しちゃうから、だから俺らが本当にいいと思った木の屋さんのはやらせてもらうけれども、うん、他のはちょっと相談させてってことにしてあるのよ、確かに、だから俺ら木の屋さんの時しかもう先出ないでしょ、 AB マーケットもそうですよ、ね、そうそうそう、まあ正直に言った方がみんな多分正直に買ってくれるなと思ったんです、うん、そう非常に美味しいから気持ちよくレビューね、なんか感想とか言えるから、そう、まあだからってね、うん、来月ぐらいに木の屋さんでない商品に美味しいですよって言ってる可能性もありますけど、ね、それはそう大事なことだね、まあ、まあそれはそれで大事ですけどね、おしっこじゃきていい、俺も行きたい、あでも一緒に行こう、いいんですか、でもちょっとみんな空っぽにしていい、しょんべんしたいのと、なんかコーヒー飲んだ口臭くなってきたら水飲みたい、ああまあ交代で行こうか、先行ってこや、いやいや先でいいっすよ、それだったら本当に、うん、ね、ちょっと行ってきていい、手を置いてちょっと痛い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 、はい、こうこれ置いて、 ありがとうちょっとおしゃべりでもしましょうか、はい、ちょっと行ってくるね、あ、ありがとうございます、あ、いいよ、気をつけてね、トイレ行くのに気をつけるも何もあるの、転んだ、カードあったっけ、んカードカードはね、あ、ね、あ、あったあったあった、はいはい、いいよ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 、転んだりしないようにね、気をつけるね、うん、お前なんかひげが汚いけど何だろう、あんたに気づかれたねえ、程度に休憩しないとね、本当に最近さ、今日がなんかね、現地に来る途中ね、何もない平地で3回ぐらい転びそうになって、大丈夫かなって。隊長の T シャツかわいい、ありがとう。これ、まあまあでも、あれか、ドグ生見てる人もちょこちょことね、知ってもらえてるからありがたいけど、僕が考えたネズミです。ネズミのキャラクターの T シャツ。でもそう、さっきのさ、グッズの話じゃないけどさ、まあ、いつもこうやってね、何がしかこうグッズやったりなんだりとかしてるけど、ドグマさんのとこのデザインってめちゃかっこいいんだよね、みすけさん、やっぱでもね、プロの方で、で、プロ足りえるための勉強をなさってああいう技術を持ってるっていうのは本当にかっこいいし、憧れる、いやですよね、そうそうそう、いや私事なんですけどね、最近ちょっと
ツイッターなんかもちょっと始めて、趣味程度でやりますけど、落書きとかね、開けたりとかやったりとかしてるんですけど、個人ツイッター始めて、まあまあ僕の絵もいいって言ってくれる方もいらっしゃるのも嬉しいけどさ、やっぱそういったところのね、きちんとした技術を持っているのはやっぱりすごくかっこいいなと。あ、ヨーヨーね、ヨーヨーやらせてもらったけどさ、そうそうそう、だからそういったところでのなんか勉強とか経験はいろいろとしていきたいなってところは実際あるかな。ねえ、何もないところで突っかかるのは廊下の一つ。ねえ、ほんと気をつけないとな。よく僕はその缶詰のお話になると、木野屋さんの缶詰をね、あの秋葉原の電気街口の方のところかな、あれの UDX さんの建物がある方向のところに、あのアンテナショップの総合店舗さんみたいなやつが確かあるんですね。あのね、電車が通ってるところのところのね、でかい十字路があって、そこの近くのところにお土産屋さんがあるんだけど、そこでね、木野屋さんの缶詰をよく購入させてもらったり、池袋とかでも木野屋さんの缶詰見かけますかね。あ、そう、日本百貨店さん、そうそうそう、そこです。あそこでよく買わせてもらって、だから au ペイマーケットで購入するのが、あの通販がね一番楽だと思うんですけど、これちょっと失敗したらやめとこう。実店舗でね見るのも面白いですよ。やっぱ手に取って見たりなんだりとかするのが僕は結構好きなので、そこのとこのやつで、そこでね、木野屋さんのそのね、まあそのまあちょっとね、被災とかの話になっちゃいますけど、とこのやつで、まあそれを題材にした絵本なんかもそこで売ってたのを購入させてもらって、よりちょっとまあなんか買うぐらいしかできないんですけど、ちょっとメンバーの分もちょっと折り返して布教したりとか。隊長さんのジーパン、ジーパンだって普通のジーパンですからってね。そうそうそう、あ、池袋の、そう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 、宮城か、宮城の物産やってるとこのやつかな、多分アンテナショップ確かありますよね。ソフトクリームが確か食べれるとこもあるけど、エスファルトタイヤを切りつけながら暗闇走り抜ける、ベテラン自分でスリルに身を任せても、明日に怯えていたよ、デレデニチャペニャマイペニャサンバディステイ、誰かのために生きられるなら、イチャディママイディマサンバディステイ、何も怖くはない、ベンブレンベンブレンベンブレン、ゲワイエンタ一人では解けない愛の決定でなったベンベンベンチャンベンチャンショーファンシーベボンパラパンチンジャンプンパンツンジャンパンパンニョンベンニョンゲチャンピョンチャンピーパンツンピーダンタラカンプンツンプンスツントンベントンピンジュンパンベサイケイシェイマジャンベンビニョンパンチカンプンチョンプンチャンベンダンビチョンパンビベン。イエーイ、何言ってかな。お疲れ。チャンピョンチョンって明日配信休もうかな。どこだ、奇遇ですね。うちも配信なんですか、明日疲れちゃった。何時からですか、明日。明日はまあ夜からで、夜からもう土曜日早くない。本当ですよね。なんかもうスケベな女がいきなり徳間さん好きですって裸で襲いかかっとくんかな。ねえ、雑な妄想が、雑な妄想が急に、急で裸の時は俺はもう戦わざるを得ないもん ね, ね。ドラゴンナイトじゃないですか。ドラゴンナイトみたいにならんかな。
う仕事したら、うん、いっぱい儲かって女の子といっぱいデートして、うん、キャーキャー言われてゴルフして、うん、ベンツ乗ってうまいもん食って、あ、割と半分ぐらい叶った。半分は叶ってる半分は叶ってるよ。じゃあ上等だよ、うん、体調すごいじゃん、1個も叶ってないじゃん。ほれ、まあでも、まあでも体調はこういう仕事する前こうなりたいなみたいなあったの？あー、そうですね、絵を描くのが好きだったんで、絵で何かしかなんかお金になるような感じのことができたらなっていう願望はあったかな。絵描くことよりも毎日違うもん描いとるやな、お前は。下半身の方のね、大体嫌われるぞ、ね、ゆいちゃんね。ねね、さっきのブラジルのマルシアいなくなった。マルシアはもうだいぶ前にいなくなったんだよ、最初のブラジルの子。ドグマさんのやつを見てだって一挙始めたんですよ。お前 YouTube 舐めとるやろ。え、何がマジで増えんぞ本当な、確かに本当に本当増えんよ YouTube。 嫌になっちゃうね、やっぱり嫌になっちゃう。最近本当にまかり間違って増えてるけども、怖いもん、いつ減るのか。そうか、ドグマさんだってそうなんだもん。そうだよ。でも今日みんな嬉しかったね、ブラジルのコメントがあったってことは本当にブラジル人気あるのかもね、うん、それはなんかあるかもね。だってブラジルのチャンネル登録増えてなきゃああやって来ないわけだからね、うん、アニータチリね、アニータ、ラニータの方、アニータ名前は チリの方か。アニータってあの、あれだよ、なんか日本のそういう政治家のなんか秘書かなんかやっとる、まあ、そこ違うかもしれないけど、その人がえあのアニータっていうそういうクラブで働いとって、でも政治家の秘書かなんかが人が来て、うん、その秘書のやつがアニータに1億円ぐらい金突っ込んだんだよ。1億 !?1 億ぐらい税金をうまく流用してね、はいはいはい、でアニータはそれを知ってか知らぬか持って逃げてまったんや、はい、で国帰ってでかい家建てて、はいはい、そういうお金だと知らなかった、お金持ちだと思ってたんですって、はい、日本政府が返せ返せって言ったけど返してくれずに終わってまったんや。確かにそうで返したんだか返しないんだかあれや。あ、マジアニータチビだったか、はい、確かそんな話やったよね。ちょっとごめん、あの政治家の秘書の方かどうか忘れました。なんかそういう役職をやってる方で税金突っ込んじゃったんだよね、横領して。え、最近の話。いやいや、むちゃくちゃ30年ぐらい前の話だよ。まあ、じゃあじゃあじゃあ、まあまあ、すみません。そもそもはどの時期でもあれだかもしれない。あ、そうか、住宅供給会社か、市役所か、まあなんかわかんないか、そういうやつだよ。大体そんな感じ。全然前で。体調って面白いね。昔あった話を最近あったさ、ニュースのトピックみたいな感じで言ったらこいつ信じるやろね、うん、だから昔の話を最近の話と思って覚え込ませて他の場所で言わせたら面白いね。いやー、ニータ悪いやつですよね。最近あった話でね、こういうのあったんですよってみんなに30年前だよって言われるの。めっちゃおもろいな。えぇって。よくはないけど、一億円欲しい。これからお前に嘘を教えよう。教えてくださいよ、うん。嘘いっぱい教えよう。嘘を教えるって。どこまでもな、嘘をな、本当に話す。得意だからな。大谷さんの事件知らんかったの、受けたの。なんかお前、岸田総理の名前間違えたのわざとやろ、あれは。あ、メガネの人、うん、あれはね、ほんと知らなかった。お前、今の内閣総理大臣誰ですかって聞いたら、この人木田って言ったの。木田って一文字足らんなっつって、誰やねん木田って。お前、タイガースにおったおめ、日本から行って大リーグ行ったおめ、ピッチャーの人やな、木田って。そうなの。さんまさんのおめ、クリスマスにやっとる説、なんか悲しい話して金鳴らしたら物もらうってやつで、いつもかぶり物して出てくるやん、木田投手。もう引退しとくよ。そうなんだ。そうだよ。何にも知らんな、お前は。テレビもな、確かに。
大量でゲーム以外で話せる知識ってあるの？なんかゲーム以外で話せる知識、人前出る仕事してもらうの？お前そうなんだよ、ないんだ、ないだろうな、多分な。ゲーム以外なんかないの？ゲーム以外、いや、スポーツでも何でも、俺なんか F1 とか車の話はできるじゃん。はいはいはい、でも全然それで、あんた、なんかないの？ゲーム以外なんだろう、でもその時そん…いやでも知ってることしか喋れないから本当に狭いっすよ。いや知ってることしか喋らないのが知ってることがほとんどないじゃん。うん、そうそうそうえ、でもおもちゃとかなんだっちゃう、まあおもちゃミニ四駆とかヨーヨー、あーいいやん、いいやん、そんな感じとかかな。でもやっぱ世代がね、ちょっと違うから。ドクマさん、ドクマさんってラジコンじゃないですか。まあ俺らはミニ四駆の話でいくとラジコンだね。だよね、うん、まあ別にミニ四駆も最初の世代だけどね、うんうん、ダッシュ四駆郎の四駆郎だもんね。そうそう、ミニ四駆のだってまださ競技性がない、ホーネットジュニアだ、グラスホッパージュニアだ、うんうん、アバンテジュニアをミニ四駆外で走らせてるもん。勝手に走ってって追っかける時代だよ。だってローラーもなかった、なかったなかったで、これですよ、ね、最初の世代のあれだったから。その後、うん、ローラーがついて競技性、コース走らせるっていうのができたんだからね。2車しかだっけ。あー、確か2車足、ローラーって俺ら1車足のですよね。でもね、そうやっぱラジコンの頃のジュニアシリーズのミニ四駆デザインめっちゃ好きで。お前、そういえば、あ、ラジコンやらない。そう、ラジコンさ、買ってあるのが開けてないやつ、サンダーショットと作ろう、ファイヤードラゴン。あのね、買ってないラジコン、ラジコンサーキット行けるかも。一個最近出会いがあって。え、マジで M1 チャンピオンのさ、M1 は分かる？あー、まあ、お笑い芸人の片井香奈ですね、うん、漫才グランプリの一位決めんね、うん、パンクブーブーは分かる？あ、お名前だけだけど。名前だけだけどって、お前知らんなら知らんって正直に言え。知らんパンクブーブーって名前は知ってるパンクブーブーは知ってるけど知らんなら正直に言えよ。知らんいや、でもね、顔見れば分かる、顔見れば分かる。お前はさ、おりょうらんお疲れ、りょうらんに聞いた？こいつまだやってるやん。物を全然知らんって話になって、隊長がどういうこと？物を全然知らんって話になって、うん、ラジコンをやろうと。で、俺がパンクブーブーの佐藤さんと仲いいから、うん、ラジコン今度やりましょうって話を言おうと思って、うんうん、お前パンクブーブーさん知ってるって言ったら、ああはいはいはいって言って、でうろ覚えっぽかったから、メガドライブの人だよ。お前知らんなら知らん、はっきり言えよ、知らんはっきり言ったんこいつお前な、本当に物知らんな、ごめんごめんと。でもあれドクマさんと仲良くてさ、メガスペシャル放送だよね、やった人だよね、メガドライブやった人で、メガドライブのスタジオ一緒に共演したぞだよね、その人だよね、一昨年前だよね、その人だよね。お前はだから知らんじゃんバカなのこいつ。もう両らもの、はい、物教えたって、この人に教えるの僕が。いや、ゲーム以外のこと1ミリも知らんから、マジで。ああ、でもそうね、腹立ってくるわ。確かに、いろんな俺が一緒にってさ、ボケてもさ、横でさ、もう本当にね、嘘笑いするだけお前意味分かってないの、うん、分かってないとか俺フランケンシュタインと喋っとんのかな全然楽しないもん、理解してまえんえ、フランケンシュタインは知ってる？フランケンシュタイン知ってる。どういうもの？電気やえって電気でツタが起きた死体の塊みたいな。まあそうやけど、特徴は、特徴、つぎはぎだらけで、うん、おあ、青くって、おお、でも確かいい人なんじゃなかったっけ。いい人だった、いい人だから。ドラゴンボールのね、前半で、そう、ハッチャみたいな、うん、そうそうそう、あれの元のやつだね。ドラキュラは分かる？ドラキュラ分かる、噛む人だよ。噛む人、噛んで血好きな人だよ。血の、本当にリョウランこの人良くないよね。本当はもうちょっと説明できるにもかかわらず、わざとそうやって言葉を足らない感じで、急にグッとね、隠したみたいな、それでなんかみんなに突っ込んでもらおうっていうのが透けて見えんねん、お前は。本当汚いよね、こいつ昔からそう、もっとできるはずなのに、まともに説明したら面白くないから、ガム人とか言う、ニコニコ出身の悪いやつとか出とるよね。まあ草生えさせに行くとこあるよね、それね。汚い、痛い痛い。
わかる。もう大体さ、なんか食レポしたらさ、魚の味が示すとかいうパターンと同じです。ニコニコ出身のダセーさ、あの、話題の取り方。ハードル下げ、そう、ハードル下げ。そんな、興味そのわ。くぐりに行くぜ。痛い。それやっとる場合ね、あと何枚あんのこれ。あと、もう、こんだけ。あと、ああ、いっぱい書いてあるけどね。あと5、60枚。ごめん、りょうらん、もうちょっとムカついちゃったよ。ムカついいつまでそれやんのと思ってさ。成長しろよ、お前は。見た、りょうらんの今、上手な司会。V のこと、なんや、出てこんわ。出てこない。ウェザーニュースの2人を交えて上手に回しとって、楽しかったよ、もう。向こうも向こうで。今、エンディングをね、や終えたのかな、今。偉いよ、この人。あ、これはちょっともうちょっと足した方がいいかなっていうところ笑い足したり、ここは引いた方がいいかなっていう、そのさじ加減が分かるんだ。どれ引くことってできるの？え？全部プラス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 で引くという辞書はないですよ。ないか。当たり前だよ。上手だから俺の料理は味付けが濃い濃い辛って言われるけど、でもやっぱみんなが舌をバカになれば辛い方が美味しいもん。やっぱり化学調味料いっぱい入れた方が舌がこうビリビリして美味しいから、どんどん年取っていくにつれてやっぱしっかりした方がいいよねっていうのが分かった。やっぱりもういいんですよ。やっぱり行き着いた先は一時期引くことも覚えなきゃって思った時期あったけど、おかげで引いて自分の良さが殺されたから、あやっぱりもうバーかけていかんの。なるほどね。全部ガーッてひっくりがバーッてやって、それも全部この人のせいだよ。え、こんなにうまい司会されたら太刀打ちできんから別のルートで行かなあかんねん。なるほどね。確かにいっぱい地獄見たぜ。こんな上手にやられたら我々生き延びていけへんから。どの現場行ってもさ、最初に「あっ洋蘭さんがいるんで安心です」って言ってもらえればいいんだけど、その瞬間全部プレッシャー来るからね。あそうね、任してってその全部やるよ全部。それはでもね、あれを超えてるわ。それがいいよ。ぜひね、一緒にね、全部任すんじゃなくて一緒にやってほしいなって感じがして。確かにね、うん、もう本当に我々たまに MC やるときそうやけど、もう疲れたみたい。うん、ゲストのつまらん話で笑うの疲れたね。つまらん。おもろいときはいっぱいある。おい、白目向いとる、白目。おい、うん、白目向いとるさ。めっちゃおもろいかも、ほんと。あれ俺はね、俺ここだけ出ましたけど、百花繚乱の本当に面白いとこは、もともと生主ですから。やっぱね、司会じゃない時の繚乱が本当に一番面白いですからね。これ覚えてください、皆さん。司会の時はプロフェッショナルとして。確かにね。でも本当の百花繚乱はゲスト出てた時のあの生主がパッと出るとこ面白いですから。それね、うちの奥さんと同じことです。やっぱそうでしょ、ね。あんた疲れてると MC じゃなくて生主の悪い部分出てくるよ。まあ、でもそこ面白いよって。面白いんですよ。レオーラーのそこを出させたら勝ちだ。悪ノリばっかさしますからね。ただ司会でそれが出るとまずい。そうそうなのよ。ぐちゃぐちゃになっちゃう。ぐちゃぐちゃになっちゃう。誰も止められない。ちょっとあなたすごいですよ、ちゃんとやるのは。でもレオーラー、まあ、今のその司会やってるあの V のお二人の結果でどうなったか分かんないけど、うん、今のところね、今日の売り上げのね、トップこの缶詰ですよ。今見たランキング、本当すごい、みんなのおかげでありがとう。うん、あでもやっぱさ、すごいな、ずっとねみんなと一緒にやってきて、ドグ生ね絆を深めていって、うん、で、うん、いざこうやって外でね外貨を稼ぐ時には、ね、外貨って言うな、自分で言うとった自分で言うとったよ自分で言ったよ、両方で外貨稼ぐチャンスやって言うとったよ。そういう時にねみんなちゃんと力貸してくれて、いや本当そういう時はね、すごいと思う、これはやってくれるから、うん、ありがとう。この絆は育てらんない、普通は。ドグマ風見隊長ここにありってちゃんと ね、ま、1位取らんと KDDI の人もさ、うん、あのウェザーニュースの人もね、結果だけ出さずに帰ってたらジュンジュンと一緒やんって言われて、俺これ一回目ごめん、ジージーも朝早くから来とったよ、7時から。さっきわざわざ控え室来てもらって喋ったから、冗談冗談、そんなんね、分かってるよ、分かってるでしょ、ジージー。ジュンジュンってみんな知ってる、ニコニコでやってた。最近ちょっと僕あの絡みないから、うん、うちのファンの皆さん知らない方もいるかもしれないけど、モノマネうまくて最近はね、うん、ネットで MC なんかやられてるんですけど、そう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 、アイドル番組回すとめちゃくちゃうまい。そうなんだ。そう、まあ喋るの上手だもんね、ジュンジュン。うまいしね、やっぱね、綺麗でしょ。あいつさ、年齢公開してるかどうか知らんけど、知ってる知ってる、うん、あ、何歳ってさっき聞いたら30って言われて、まだ30なんだ。あ、そっちそっち。いや、それはそうでしょ、
僕純次と初めて会った時もマジ若い時しか会ってないから、まあ18とかでも最初会った時10代だ、まだ30だよ最初。あれおいくつでしたっけ隊長。ね、5歳ですよ。5歳か。そうそうそう、そういうことか。ちょっと今遅かったよ。おーねって遅かったよ。いくつでしたっけ5歳すぐ言わないパッて、うん、そしたら人おられて、おいくつでしたっけ。おーね隊長、おいくつでしたっけ。5歳。はい、これさっきよかった。指もじゃあパッてくるから5歳ドグリーバー。え、45歳いや、5歳かぶせで、え、それはそうだね、ネタに使わんとあかん。りょうらんくん、15年経ったら僕60です。60、もうやだ、どうしよう、もう心配やわ。活動歴でいうとでも15年ぐらい、ね、今16年目かな、やらしてもらってるけど、そっか、これ折り返したらもう60なんのね。とんでもないね、もう今仲良くしてね、60になっても。いや大丈夫でしょ、もう大丈夫じゃないと思うよ大丈夫じゃない大丈夫でしょ、もうその辺どうなるかわからない。あんたみたいに結婚して子供もおる人はええわ。いやでもいつの間にか結婚するかもしれんよ、特に。まあ俺もまあいずれは年齢もいい年齢やで、こいつは無理やろ。えこいつは無理、だって童貞やもん。結婚したいね。5歳だしね。5歳だからな。結婚したいのお前って言われると、どうなんだろうね。無理やろ、無理やろ。お前って何、えどこに住んどんの。雲の上っていうのはもういいわ。え本当はどこ住んどんの。実家におんの。栃木県。お前実家に住んどんの。実家。お前、いくつ。え実家におんのお前、味通ってさ。お前、実家におんのお前。お父さんとお母さんご健在か知らんくて、こういうことになるやけど。お前、お前、出ろよ。小童子って言われとるぞ、お前。子供おじさん。別に視聴者の皆さんで実家住んでる方はいいと思いますけど、こういう仕事して皆さんに夢をね、売るような仕事が人が実家におるって、お前。そうなんですよ、確かに。情けないよね。そうね。自立できてないじゃないですか、あなた。生活確かに、それ言われるとね。ごめんなさい、マジトーンになっちゃいました、僕も。でも、その体調にいいとこあるよ、体調にも。どこ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 言ってすぐ言って斜め上見るじゃないよ。ねえじゃねえか。すぐ言ってどこどね、視聴者の皆さんもね、あるある、社長業やってます。すごいです、社長業です、赤字会社です。イエーイ。あ、そうなの、隊長、社長業。そうだよ、クラ会長だよ。すごい、すごい。そっか、そうだよ、社長も他のメンバーがやりたくないってしょうがなくやって俺がやってしょうがなく俺がやってんだよ。貧乏くじを引いたっていう。下がもう税理士さんともこの前もギャギャ大騒ぎしてる。まあでもどうすんですか、こんな金払いませんよっつって。確かに社長業やってるのは一つすごいとこやね。すごいね。そう、会社ね、だって社会人になりながら自分で会社だったんだって。それはわかる。うん、両乱さんもでもだね、両乱だって今これで社長やからな。そうね、気づいたらなんか、ね、あんたでも社長とこうタレントと二足のわらじを履くのは大変じゃないしょ。やばい、正直クソ忙しい。だそうだよ、でしょ。びっくりした、やることめっちゃ増えるじゃん。いやだってこんな出とる間にも休憩中携帯見たら連絡が社長みたいな。そうだよ、だってね、今日も言ってしまえたらあのスタジオにうちのスタッフいるもん。スタッフ、そうなんだ。テクニカルの手伝いに来てるもんっていうのとかもあってね、まあ、でも最強だね、司会もできるし、はい、本当だよね。自分とこの社員でそういう制作もできるから、うん、パッケージですごいね。パッケージで、そう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 、普通はだって司会の人外から呼んでこなあかんけど、社長ができるわけやから。そう、そう、うち特殊よ、うちで番組作るってなったら打ち合わせからいるもん、 MC がすごいよね。しかもこの人が友達が多いから、うん、ブッキングもできちゃうから。そうそうそう、タレント事務所みたいなことやっとるわけ。ね、自分が社長で制作もやって、やべえこの番組助けてっていう時は、うん、お前お願いしようかなっていう。金儲かっとらへんかじゃんめ。でもね、儲かんないのよ。やっぱさ、いいもん作ろうと思ったらさ、やっぱそ、まあまあ、金かかる。ね、ドグナマスペシャルやってるから分かるでしょ。まあまあまあ、分かる。本当にちょっとしたことでお金かかる。そう。え、こんななくなるんだってなるぐらい。え、スタッフの分と演者さんの弁当こんな金額するんだってなる。しかも最近物価高だからさ。あ、確かに。弁当100円あるだけでもうぶわっあーねーっていうのはある。本当にね、そろばん弾く頭が嫌になる。たっけーと思うもん。え、でもさ、制作とかのやつ開けたりとか調整しないんですか。
調整してもやっぱなかなか。いやだから、いやでもちゃんとやっぱみんながねちゃんとご飯食べれるようにっていう設定はしていくけれども、うん、とはいえじゃあ利益出すためにやるかってなった時、うん、おもろいもの作りたくてやってるからみんな。そうだ、だからローランの、うん、あのスタジオで俺番組出たけど弁当ひどかったの。嘘くげえ弁当。ご飯に味噌汁だけだった。あったかい味噌汁はつくんやって言って、なかなか大変だったよあの時に。エラーゲームリセットの現場の時あれ大変だったあれ。あれは、うん、そうかもね。ほんと？エラーゲームリセットも終わっちゃったから大丈夫だよ。ちょっとね、寂しかったねあれもね。本当だよ。あの時のゲームのやつ、あの時一緒に出たもん懐かしいね。あんだよ頑張っとって本当にいっぱいやな、うん、今日もこれ終わったら明日名古屋だよ。朝から名古屋。何の仕事すんの。告知あったら言いなよ。あ、いいの、あの番組、ね、イベント、イベント、イベント、あ、イベント。でもせっかく名古屋の人いるかもしれない。 e スポーツのね、あのレノボっていうゲーム、あ、レノボさん、はいはいはい、はい、レノボさんがあのゲーミング PC の PR イベントで、 あの名古屋のどこだ、西店のビッグカメラさんの、はい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 、ゲームコーナーでみんなでゲームやろうぜ、うん、みたいなやつ。あらー、よー頑張ってらっしゃるな、あなた。これもね、何時から、え、何時からだっけ。まあ朝、昼からかな。昼とか、ね、12時ぐらいだったかな。12時か1時ぐらいから、じゃあ皆さん、そう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 、ビッグカメラさんの方にね、ビッグカメラ多分ね、名古屋駅のね、うん、いや本当、うん、あの出てすぐだと、そうそうそう、新幹線 の、 あの出口出てすぐだと、出てすぐとこのところで、うんうん、近くの方いたらリョーラに入るから、もしね、行っていいのって言って一人いるから行ってあげてよ。あと12時間後にそこにいるんで、サインぐらい書いてくれるんじゃない。もう、あ、でもね、あ、書く時間ないかもしれない。僕はいいんだよ、書いていいんだけど、うん、もう一人あのゲストさんがいて、そっちのゲストは書けないからリョーランだけ書いてくれますってなったら、あれじゃん、なんであっちはゲスト書いてくれないんだっていうヘイトがあるから、まあ、分かった。じゃあリョーランは、サインも目も合わせません。そうそうって言っちゃったもん。声かけられたの無視します。いやいやいや、そんなことはない。ちょっと見るぐらいはする。あ、なるほど、ちょっと見て。タイミング良かったらね、写真とか撮るタイミングがあれば、まああるかどうかわかりませんけどね。撮りたいんだけどね、やっぱそのお店のレギュレーション的に、そうそう、あるからね。ああ、そうか。そう、まあでも見ることはできますから、ぐらい、ぐらい。でも、すまんね、ほんとね。プロですよ。俺らなんか、レギュレーション無視してサインしたり写真撮っちゃうからさ、よくないんだよね。あいつらだけやりやがってって言われちゃうんだよね。昔やっとったな、でも。うん、レギュレーション守る。やっぱね、ルール守んなきゃいけないんだなっていうのは経営するようになって分かった。そうそう、いろんな人いるし、あの騒ぎになったら困るからね。そうなんだ、そうなんだ。怪我人が出たりとかさ、したらいかんからね。あんた頑張るね。いや、みんな頑張ってるよ。俺なんか最近もうやりたくない仕事断っちゃってるからね。そう、それはそうね。まあまあ、いや俺も本当断っちゃってる。やりたくないってしてるやけど、ありがたいことなんやけど、相性あるからね。まあ俺じゃなくてもいいかなっていう仕事は断っちゃってるね。なんかドグナマやった方がみんな喜んでくれるからさ。ああ、それはでも、いや、ね、選択するの。リョーランみたいになりたいなと思ってたけど、あんな知らんとこ行って知らん人相手に用紙返するのはもう怖いもん俺。僕はドグナマみたいなことやりたいなずっと思ってるからね。やれるでしょ別に頑張って。いや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 、やれるでしょ、うん、あの体力は無理よ。なんで、長時間やってね、もうみんな家集まってもらって超全国回って、アドトラックとか絶対走らせない、無理。いいじゃん、百花竜乱、あ、百花竜乱アドトラックやるなよ、ね、全国どこでも司会やります、結婚式の司会から番組の MC イベントまでやります、アドトラック走らせたら話題になるよ。わ、話題にはなるかもしらんけども、うん、その司会に結婚式お願いしたいと思わんでしょみんな。思わんうわ、キモって思わん。うわ、すごいんだ、撮っとる。まあね、なかなかね、難しい世界だね。まあまあまあ、おもろいことね、いっぱいやりたいとは思うけどもね。いやいや、でも、俺はあなたはすごい。俺が5人、すごい男をあげるなら入ります。やった、あざっす。百花繚乱と、うん、同業者ですごいのか、うん、誰やろうな。でもやっぱガッチマン君入るかな、同い年で頑張ってる。ああ、ガチさんね、確かにガチさんもトップ4でね今。そう、すごい人を埋めて、もう人気あるじゃん、うん、V の世界を引っ張ってっていうかね今と。誰やろうな、でもほんとパッというのは2人ぐらいかな。いや、みんなすごいとは思うんやけど、うん、特に、うん、あ、ダソくんすごい、ね、あーすごいすごい、確かに確かに、ずっと最前線いるもんね。最高ね、確かに、俺より1個上なんやけど、よう頑張ったよ、ね、これ3人目です、3人目。ハイパーゲーム実況者大会でもね、もう大活躍。あーそうね、出てたもんね。そう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 、ずっと最前線いる。あ
ットは結構こうなんか近場でいないかな。近場ね。なんかやっぱ長年やってる人はねすごいなっていうところは。そうね。ずっと倒れてないっていうのはね。うん。あ、リョウラセラミカル。あ、あすごい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 。確かに、あれ何や今、ちょうどみんなで集団コントやっとるとこや。何を水差しとんねん、お前、ガチャって。すいません。スタッフさんの荷物書いて。帰るのスタッフさんの荷物を取って帰るの俺らサイン書いとんのに。俺らにやらして帰れよ。私は何色じゃおいやら帰るんだって、スタッフ。俺らにやらして帰んのもう、もうこっち見てないもんね、もう。すげえ、かわいい。絶対よね、請求書倍にして書いてあるからもう音通ってないから、向こうに番組終わったんかな。終わった、それが終わった、うん、だから大エンディングだったから、もうこっちだもん。あ、そう、あ、しまった、V の子たちの肉買えんかったやん、俺ずっと買えとったもんね。おお、はい、肉食べたかったよ。うなん、ちょっと、誰か V の子し一緒に仕事させてよ。全然使うことはできると思うけど、すごい子は向こうにメリットがないから、うちと一緒ぐらいでの子でさ、あ、ちょうどね、いるいる、同世代でガチマン V っていう人がいるんだけどごめん、あの、すごすぎるランクが高すぎる。ちょっと、うち、あの、少なくて恐縮やけど、やっと最近6万人いったの。あ、見た見た見た、おめでとう。なんか、6万人ぐらいで V の子で、こう、レトロゲーム好きな人いない？レトロゲームね、あなたが司会で入ってくれりゃええがね。え、別に司会いらんやん、そんなんもう。いや、入ってえな。楽しくできるでしょ、全然。おらん、そういうの。じゃあ、まず自分が V 化しなきゃ、そしたら。いや、じゃあ、リアルじゃん、ほら、これ、これ、これちょうどいい、これ。これちょうどいいよね、V。ほら。このリアル VTuber は喜びがないでしょ。これ3人1組でも全然いける。これいくこれちょうどいい。これローポリゴンで作ろうか。これで V はおもろいと思うよ。りょうらんくん、はい、嘘言うのやめてもらっていいかな。いや、おもろいと思うよ。おもろいと思う。100% 嘘だろ、それ。全然全然。どこがおもろいんだよ。いや、絶対、絶対おもろいしよ。目が、だって、目が泳いでんだよ、お前。絶対嘘だよ。だから、安易に V になったって人気になる世の中じゃないって、あなた知ってるでしょ。それはそう。そうでしょ。そうだよな。そんな簡単な世界じゃん。VTuber は3万人、3万体だ、10万体だ、5万体だ、10万体だってでしょ。まあ、ね、まあ確かにそれぐらいいるよ、今なんだ、5万いってないぐらいかな。5万人もいるの。そんなにとすげえ。そんなの俺が V になったって人気になるわけないじゃん、そんなの。いや、わかんないよ、別に。だって今でこそね、今前にいる人たちもその何万人いる前で出てるわけだから。まあそうだけど。そうだよ、もう。お前すごいね、そんなとこでよし司会すんな。二次三次さんの司会やってたもんね。やるやるやる、全然全然やる。ああ、お疲れした。あ、ウェザーニュースの人が、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ズームの音が、おい、近づけさせないでしょ、かわいい。ちゃんとゆいちゃん、あ、メイクさんかわいい。メイクさん、俺昔の女に似とるやん、だからかわいいやん。メイクさん、僕の昔の女のゆかちゃんに似てます。言うな言うな、もうゆかちゃん、ゆかちゃんに似てる、だから気になったんや。逃げるようにそそくさと。なんや、あれ、ゆかじゃねえのか、あれ。ちげえちげえ、もう。まあ、そうだとしてもね、おもろいけど。これ、そうじゃないでしょ、たぶん。いや、なんかやっぱ俺って元気だね。元気すごいね。だってあんな2時間3時間喋った後にまだずっとこれやってるもんね。だって土日10時間やってるもん俺。まだまだだね。合計20時間やってるからさ。数時間なんて大した。俺ほんとよくコメントでさ、ドグマさんシャブやってるんですかってコメントされるあのね、シャブはやってないよ、さすがに。さすがに。シャブはやってないよ。はやめなさい。シャブもうやってないよ。もうだと思ってるでしょ。薬はやってませんよ。ただ、キヨレオピンはやってますね。キヨレオピンと陽明酒。現場に陽明酒持ってくるもんね。そうです。リポビタンで。今日は車乗ってるんで、陽明酒は飲んでません。超パの現場でも陽明酒持ってきた、ね。そう、持ってきた。そしたら結構みんな飲んでたよね。そうそうそう。陽明酒飲むとパフォーマンスが上がると分かる。あれは良かった、本当に。俺、はい、AU ペイマーケットで陽明酒売らせてもらったら、むちゃくちゃ売る自信あるよ。ああ。むちゃくちゃ売る自信あるよ。まあその取り扱えるかどうか知らんけど、あれ、そうね、第2類のやつ、アルコールやし分からんけど、めちゃくちゃ俺ユーザーだから、陽明酒俺すげえ売る自信あるいや俺めちゃくちゃ陽明酒ユーザーだから、めちゃくちゃ、マジマジ500本ぐらい売るよ俺、陽明酒。一回やってみます。いいよ、陽明酒、陽明酒、はい、今のうちに来て取っていいよ、この人あの経理店の方です。
切れ、あ、じゃあ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。他の皆さんも、もう入ってやってください、早く。何回も来られる。ありがとうございました。KDDI の方、他の番組なんかないですか？探してきます。何でもやりますから。本当ですか？あれね、鬼越え…怯えてる、怯えてる。鬼越えとまおーくさんなんて、昨日ある打ち上げ行って、同じ席で飲んでたんですよ。本当に。あのさっきのゆいちゃんも多分昨日いただろうし、全然みんな知ってるのにこの人が情報を与えないことがある。かわいさんね。この人は誰だろうと思われてるよ、俺。僕も誰かわかんない。はぁ、あの好きだったんで、ずっとお願いしてたんですよ、ご出演。本当に？本当です、本当です。嘘でしょ？いや、本当です。ありがとうございます、じゃあ。ぜひぜひこれからも。後で、後でお名刺などを。交換をぜひお願いします。お名刺交換でも帰っちゃう。早く見て。じゃあ、河合の方にまた行っておきますんで。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。こうやってさ、あの人すごいと思わせとかんとさ。何？聞こえてる、聞こえてる。ビビらせんとダメやろ。ビビらせんと。そうね、ビビらせるって意味では今日全員ビビっとったからね。本当に。りょうだんも俺もさ、仕事欲しいからこう下からグッと入っちゃう癖が昔からあるからさ。あるね。昨日思った、やっぱね、誰か来たら、あーどうどうってすぐ動いていかん。ああ大物は、バッて来ても、ゆっくり、あ、どうもお世話になっております、何々です。幸子さんなんてこう。うわゆっくりこの所作をやって、失礼のないようによろしくお願いしますって、ゆっくり動くから、あ、この人オーラあるなって。へぇー、ゆっくり。りょうらんどう？偉い人、はい、来た、はい、来た、はい、来た。おー、どうも幸子さん、お世話になります。あ、この間ほんとよくしてくれて、ありがとうございます。りょうらんくん、差し入れよかったです。はい、超小物。ダメ、早い動きが。え、ダメなの？ダメ。お、幸子さん来た、特に幸子さん来た。どうも、幸子さん。え、かさみです、よろしくお願いいたします。そんなゆっくりなる？こうやってやったこと一回もない。ないかい。どうも、ないかい。そうやってやりたい。もう、あ、隊長、おっさん来た、おっさんが。え？おっさん、おっさん。あのね、ごめん、お疲れ。振りは悪くないけど、こいつが理解してない。ちょっと理解ができた。すげえ。おっさんって本当にどっかのおじさんなのかな、からまず入る。今、何段階か重なった絵だったから、ちょっと。そうあと、本当のおっさんが本当にいるのかなって思ったこともある。そうで、そっちもあったから。ごめんね、りょうらん悪くないよ。それちょっとあの、処理に時間かかるから。ちょっとね。そうそう。まだね、あの、CPU がペンティアム2とかだ。時代が昔。古い。しょうがない。古い。Windows。Windows は古くない。Windows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  とか。そうそう。そこまで言わなかったのね。勉強になったね。それだ。あと何枚？あと。あんた、今日泊ま、あんたどうやって帰るのこの時間に。いや、まずギリギリ帰れる。でもいいよ、付き合わんでも、マジで。いや、いてもいいならいてくれてもいいけど、大丈夫と思って、今ドキッとした。まあ、もうちょい、もうちょいしたら帰るから。了解、了解。でも、11時。でも、これからあんた、だって、これ、あんた言うけど、あんた埼玉の奥地やろ、あなた。そやで。奥地。埼玉の聞いたこともないような鈍行でこっから何時間かかんねんというさ、コヨーテがよく出るとこやろ。コヨーテも出る。そんなところある？本当に出るのかよ。ジャガーもおる。木の上からこっち見とる。ジャガーはおらんやろ。やつもおる。日本におらんやろ、ジャガー。ジャングル。もう酔っ払いが道端でハイエナに襲われてる。そんな危険な地を。酔っ払いとハイエナが一緒にいるとこやばいよ。そう、ガチャってドア開けたら来る。おおおおってどこの部族やさ。ようそんなとこに家買ったな。激安やったんか。やっぱね、家族で過ごすんだったら 広いとこゆっくりしたいよ。あ、まあなるほどね。そう、ゆっくりしたい。家広い、まあそうね、田舎の方が広い家買える。そう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 。ほとんど田舎出身だからさ、都会に慣れてないよ。都会だと狭くなっちゃうもんね。それもあるからね。ローン地獄です。いやー大変だから。まあようローン通ったね、この仕事で。あ、だからそうね、大変だったよ。大変だった、ほんと大変だった。あのローンだって、そう、あ、まあでもそうかそうか。そう、ローンを通すというか、そもそも子供たちを貯めて買ったのか。あの、なんか貯めて現金で買ったの。いや、現金無理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 。だからすげえ説明した、そういう時に。なんか、なんだったっけかな。あ、いろいろ、まあね、銀行で金、住宅ローン組むのね。そうそうそう。で、だから市役所とかもさ、担当者いるじゃん。その担当者のおじいちゃんにさ、こういう仕事してるんですって言って、あの、それこそ一緒に共演してたさ、ドリクリの淳さん、田村淳さんと一緒に写った写真、
を見せて、これあの出てるの僕です、一緒にやってるんです、こういう仕事でちゃんとね、あの、はい、やってるんですって言ったら、うん、でもそれは市役所には提出できないよねって言われて、まあ、そりゃそうやな、はいって言って、結構、そりゃそうや、今、いろんな大変だったこと思い出した、今、それはそんなもんはさ、うん、正式な資料として出せる、そう、だですよね、どうしようかな、そりゃそうやわ、たまたま映っただけかも、たまたま映っただけかもしれんしね、うん、いろんな大人にしてもらったわ、そうですか、いや、俺、家建てたくて、うん、この前、ね、住宅なんとか市の人の話聞き、あ、どうどうどう、うん、あの風岡さん無理ですね無理、今の間がすげえリアルだったよ、リアルに、だからもう本当にもう頑張って収入を得られて、はいはいはい、あの実績を作られて、この人だったらローン返せるということを、年齢も年齢なんで早めにやられないと、そのやっぱ家建てるって結構なお金やから、そう、ね、早めにそれやられないとちょっと年齢的にも通りづらいと思いますよって言われた、まあ、無理っていうのは冗談でおっしゃったんやろうけど、ドグマさんでも無理だ、でも俺が建てたい家を、うん、まあ、東京、まあ、都じゃなくても建てようと思ったら、うん、はい、1億かかりますって言われて、うわ、俺が希望するね、例えば1億で収まるね、防音で、うん、そのちょっと広めのやつがあって、3階建てがいいのやっぱ住居があって、屋上にヘリポートあって、屋上にヘリポートがあってジャグジー、口からね、あのバー口からゲロがバーって出るんですねゲロじゃないのか、マーライオンみたいな、うわね、1億でいけるんだったらちょっと15億15億、それ15億あるか、お疲れ、またね、お疲れ様です、あ、ちょっとメイクさん紹介してくれへん、かわいい、いやいやいや、ほんとに痛い、昔俺つけとったゆかちゃんって言って、いや、逃げて逃げて、メイクさんかわいいね、メイクさん、なんとかならん、メイクさんが一番先にいたからね、まだ先にいる、うわ、逃がしたか、そりゃ逃がす、逃がしたか、その声は多分届いてる、届いてるか、またどっかで会えればいいですよ、そうね、ああ、書き終わった、もうちょっと、僕ごめん、こんだけ、あら、ちょっと体調結構進んでる、僕は体調、ごめん、俺が喋っとでちょっと思ったから、ね、これだから体調、俺のサインちょっと真似て書いてくれ出た、何枚か混ぜてんのよ、ファンのみんなもいいよって言ってくれるからおもろ、ちょっと見たいな、それは、だから、これ見て書いてよ、これ見て、はいはい、ちょっと、りょうらも1枚、俺のサイン真似て書いてよ、はい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 、イカみたいな、そうっすね、うまっ、うまい、俺のよりうまい、いや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 、汚っ、なにこれ、なにやお前、これ汚っ、これなにこれだ、それはなにわ、難しいな人のサインって、これいやいやいや、ぐしゃぐしゃにした、ダメ、もう一回書いて、ちゃんと書いて、でも左利きだからさ難しいんだよね、右の人の書くやつ、あれリューランって左利きなの、そう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 、おう、いや僕、ね、34年間これできてますから、なら、あんた天才かバカかどっちかやな、え、後者後者、うん、誰がバカじゃん自分です、一瞬俺ら考えてもらったあれだ、どっちだっけ、ちょっとこれ体調教えて書き方、まずなんで、ちゅうちゅう、こうやって書きゃいいやん、え、こうやって、ちょっと、あ、うめやけんや、線を入れて、早い汚ねこれちょっと画面、これ汚ね、こうやってこう曲げて書いて、横に引いて、あ、ちょ、体重ちょっとちゃうな、こうなる、え、こう行って、まず角角でこうなる、で、点点点点で、ここを囲って、こうで、こうで、え、あ、もういつまで、早いって書くのなんでな、あ、うまい、まあで、りょうらん頑張れ、お、りょうらんいい感じだった、うん、ドグザドグ、これ何、どこの線、これドグザアルファ、ほら、いいじゃんめっちゃいいじゃん、誰のサインなの、これ皆さん、一個レアなので来ました、見てネパール語で来ました、ネパール語皆さん、これ特賞です、リョーランクのネパールサインが当たった方、特賞です、いや、まあ、見て書いたネパール語見て、私がなって、これはネパールクニクニってなって、ドマグアルファレファみたいな、
はい、これブリ大根で。おい、電気消えたぞ。電気よ、ちょっとふざけんなよ、電気消えたぞ。おい、消したんじゃなくて、一旦消えちゃう時間なんです。言わなきゃよかったね。もう帰りたい、もう。もう帰、電気消える時間だと帰ろうと。じゃあ、りょうらんお疲れ。お疲れ、ありがとう。ドビリもお疲れ、ありがとう。みんなもお疲れ様、ありがとう。りょうらん、明日名古屋行くんでビッグカメラ行ってあげてください。はい、一日行きます。お疲れした、お疲れした。頑張るな、お前。え、体だけ本当気をつけてよ。お互い様ね。壊したら終わりだから。お疲れ。お疲れ。お疲れです。頑張るな、あいつ。すごいよ。こんなサインごときでブーブー言っとったらあかんな。ちなみに体調、明日何やんの？体調、明日何やんの？うちはね、夜からヘベレケってわかる？あれの、あ、あれやろ？七五根さんの。七五根さんのやつや。そうそうそう、あれのね、スピードランモードでエンディング目指すってのを夜からやるやつ。ちょっとだから今年俺らもシティコネさんに急接近してお前らのビジネスチャンスを潰そうっていう話してるから。え、一緒にやろう。ちょっとカメラ、はい、何そんなとこ撮っとんの。何これ。あ、そういうことか。お前の意図がやっとよ今から。ちょっとだからシティコネさんと急接近して、急に4月からお前らのやつが全部うちになるかもしれない。勘弁してください。ただでさえ少ない外部案件なのに。それまで奪われたらどないじゃん。うそうそうそう、そんなことしないよ。コラボでやろう。コラボでやろうね。え、でもラジコンよかった。だからラジコンの話戻るけど、ね、バンクウェブの、はいはい、鉄道キッズさん、うん、佐藤さん、うん、がラジコンの走らせる、オフロード走らせる場所知ってるんやって。え、マジで。知り合いと、はいはいはい、で、ドグマさん、あー、りょうらんお疲れ。お疲れ、気をつけて。子供と奥さんによろしく。ありがとう。はい、気をつけてね。お疲れ様です。はい、頑張って明日。本当に朝までやるかもね。いやいや、ならないよ。あ、だからこれ公開しておきます。で、うん、そのラジコン今度誘いますっておっしゃっていただいて、あら、バーッと走らせるとこあるんやって、うん、埼玉だかどうか知らないけど。埼玉か。だからそれまでにお前完成させとけば多分一緒に呼んであげれると思うよ、スケジュール。あいさん、そっか。だから逸材に作ってたやつ完成までやっちゃおう。お前 M1 チャンピオンにも相手やろ、うん、レトロゲーム大好きやろ。レトロキッズさんですよね。レトロキッズさんって言われれば。じゃあ残り見てください。でもそれはいいな。で、さっきの話なんだけど、お前そういう時に、じゃあレッドキッズさんとコラボしますって言ったら、お前佐藤さんのことどんだけ知っとるって話になるやろ。確かに。ちゃんと知識ないと。事前にこう知ったからね。失礼でしょ。それは確かにおっしゃる通り。だってさっきの V の子たちでも、俺らの前の事前番組見てくれてたやろ。会話のフックになるよね。大事だよね。ちゃんとダメだよ。なんだかんだ言っても、俺も偉そうな顔して、ちゃんと二人のこと調べとったやろ。やってましたよ。失礼しゅ？ないと。えらい。じゃあ俺のことどれだけ知っとんの？え？俺と共演するやんか、俺のことをもっと伝えてみてよ。ドグマさんはすごい人ですよ。どこが？ん？人間ばっかやってるし。すごくないな。なんかすごくないな。人集めて大騒ぎしてるし。すごくないな。チンドン屋じゃない。それ見てでもね、やっぱいいなと思って。そうか、そう、まねっこしたみたいなっていうふうな感じで。ミスター、まねっこ、まねっこ。それは分かって。10年生、10年生。ごめん、それ俺分からへん。あ、そっちか、分からへん。ダメなの、ごめん、俺の方や。俺が分からなかった。今のは歌の方ね、アニメ。これで、ここでこうで。あ、そう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 、そう、朝うまい。で、ここにで、ここで風さあさあさで、ここでこうさあさあで、ここ点々で、ここ風っぽい字をなんとなくこう書くだけ。はいはいはい。それで OK。 こうか。ああ、そうです。はいはい。隊長、俺のサイン上手になった。もうちょっと練習で韓国的にどうする。これから俺サイン書かなあかんやつ、内職でお前のとこ仕事発注しようかな。隊長に。明日、明後日、はい、ドグ生やるんやけど、やるゲーム決めてないんやけど、何にしよう。え、レ、あ、そうなんすか。いや、レトロゲームはレトロゲームなんだけれども、最近あれですよね、なんだっけ、
いろんな五感とか。ああ、それやってるんだけど。ね、そうそうそう。明日は俺あれやろうかな。あ、なんですか。シャドウオブザビーストっていう PC エンジンの。なんかやってたぞ、そうそう、変なゲームだから。あのめっちゃ走るけど走り方の背筋が伸びてすげえいいんだよ。すげえピーンって走ってる。なんだあれ。クリアまでやろうかな。言ってたね、なんかね。あれがね、ちっちゃい頃に、はいはい、化け物の軍団にさらわれちゃって、はい、主人公が、うん、で化け物に改造されて、はいはい、そっから逃げ出してそいつらに仕返しするっていう、まるで仮面ライダーのような。確かに、そうそう、設定だけ聞いたら確かに。あれやろうかな明日。いいっすね。ジェニーちゃんとかやってたんだっけ。何、ジェニーちゃんとかやってたもんね。ジェニーちゃんもやっていただいて。そうそうそう、何やると喜ぶね、みんな。ハロウィンサンド、あとどれぐらいですか。もうあと5枚。うん、はい、僕はかかるって言ったでしょ。なんかもう表情も疲れてきてます。本当っすよ。疲れるよそりゃ。そりゃ疲れるよ。表情が疲れてちゃくちゃ青が一番疲れてます。木野谷さんの担当の人も疲れてはるわ、こんなにずっとコメントしてくださってて。終わった、終わった。ちょっとでも懐かしいですね、こういう感じの配信。本当だね。かなり言っちゃいけない。終わり、ありがとうございます。できたー、できたー。お疲れ様ー。2人で800枚書きましたー。やったー。あー、くたびれた。あー、疲れた。まあでも3時間かかってます。3時間かかったから。大丈夫、ちゃんと宿泊費もらえよ。今ですか。いや、今やなくて請求書でももらったと。ください。はい、くれですか。だいたい急にああいうね、アパホテル行くと、まあだいたい1泊1万5000円するよ。まあ、ぐらいするかな。キャジュアルで、今日はどちらまで。しゃーない、打ち止めたんねん、まあ、まあ、そんな遠くないですよね。車で来とるから俺は別にいいけど、はい、うん、まあでもうちもただやないよね。それ、宿泊費が。それは宿泊費かかる。まあ、それか宿泊費本当に出るならうち来るのうざいからホテル泊まらせる。鬱陶しいから。それが一番いいよ、お互い幸せ。どっちがいいですか。どうせこいつホテル泊まってあのエロいビデオ見て寝るだけやでさ。まあ、それで言ったら確かに、うん、邪魔な人間おらん方がいいな。まあでも飯行こうか。ご飯でもいいですね。ご飯食べてホテル行く。そうそうそう、ホテル行くっていうのは俺に言うにはこっちに交渉しろよ。ホテル行く、入房一緒に行くんですか。ホテルの場合はお前後払いしてくれるけど、お前が自分で取らなあかん。あ、まあそれはでもそれね。あ、そう。まあじゃあ後で請求する形でも。どうすんの、うち来る。いや、堂間さんでも行こうかな。分かった、朝帰るわ。分かった。じゃないな。え、ちょっとどこで終わりますか。いや、いつ終わってくれるのとのマットやね。二重とかないんで。バツとかあんの。で、ま、何このカメラをパタッと止めて終わんの。最低の終わり方やん。じゃあ視聴者の皆さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。明日はドグ生また20時ありますんで、また明日のドグ生でお会いしたいと思います。20時から。はい、二重もございませんので、このままパタッと終わりますので。隊長、明日は19時から、うちのチャンネルで、はい、ヘビレケってゲームやります。よろしくお願いします。じゃあ隊長のとことドグちゃんのとこ二窓してまた見てください。ありがとうございます。よかったら、うちは20時なんで1時間遅れですけども、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ということで、最後に改めて、お買い上げいただいた皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。木野谷さんも本当にありがとうございます。ありがとう。おかげでデイリー1位の売り上げでした。あの後抜かれなかったの。マジで。え、見て、1位だったよさっきは。おお、すげえ。取ってない。知らん、めんどくさい。あ、でもデイリーは大丈夫です。デイリー明日まで変わんないじゃん、ね、すごい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、また次回お会いしたいと思います。缶詰楽しみに待っててください、はい、ではさようなら。さようなら。はい、蓋になるまでちょっとかかります。いいですって今ずっと。はい、なあ、もう大切なこと言ったろうぜ。ね、ポコチン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 チンポコ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 チンポウ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 珍しい宝チンポウチンポウ珍しい宝チンポウ珍しい宝チンポウ
ポー、珍しいだから、チン、ポー、ポー、ずれるずれる、ちょっと今の面白かったな。皆さん、珍しい宝ですからね。そうそう。バイバーイ。木村さんもありがとうって、木村さんもありがとう。